本日はですね、次世代シーケンサーのデータ解析の、基礎コースのようなものを、してほしいということで、ご依頼を受けてですね、本日は、東京から参りました。群馬大学初めて来たんですけれども、結構キャンパスが広くてですね、なんかちょっとわけのわからないところで降りてしまってですね、さらに袋小路で迷い込み、学生さんに聞くと、この施設はどこかわからない、昭和キャンパスにはないとまで言われ、ここにたどり着きました。群馬大学とても広くていいところだと思います。はい。で、本日ですね、私自己紹介は省いております。なぜかというと、私がしゃべり出すとですね、自己紹介長すぎるというご批判をたくさん受けますので、今回は自己紹介なしです。その代わりですね、先日私の大切な友人の結婚式がございました。その時に、私の席だけですね、カエルの置物がございました。実はですね、私ツイッターでたくさんつぶやいております。私をもしかしてフォローしてる人とかいますか？なんといない。なんという知名度でしょう。ぜひですね、私 の, ここに、ミドルネームを入れているんですが、ミドルネームがアカウントになっています。もしですね、こいつ面白いなと思ったらフォローしてみてください。はい。で、本日ですね、紹介する、本日はですね、どういう内容をお話しするかというと、NGS についての簡単な説明をですね、イルミナ型のシーケンサーのお話を中心なんですけれども、そちらをスライドで1時間ほどお話ししたいと思います。ですので、初めの講義の時は、パソコンをいじらずにですね、私の、話を聞いていただければ幸いです。で、2つ目なんですけれども、 NGS 解析の実習を行います。実はですね、アンケートを拝見した限りではですね、チップセック解析をやるという方はいらっしゃらなかったんですけれども、私の専門がチップセックですので、それに基づいてお話しした方が、ちょっと、実習の内容としても充実するだろうなという背景があります。で、その他の解析手法についてはですね、いろいろなリソースがありますので、ぜひですね、例えばイルミナという会社が行っている講習に参加するとかですね、いろいろな NGS 解析の、解析受託解析をやってくれる会社がですね、ほとんど無料で、セミナーを実施していたりします。そういうものに参加するとですね、東京でたくさんやってるんですけど、前橋からだったら結構近いと私は思います。そちらの方行っていただいてですね、勉強していただくもいいですし、あとですね、大変、良い本があります。 NGS 解析本という本があります。そちら今日スライドは用意してないんですけど、後ほどご紹介しましょうかね。その本などを使ってですね、勉強していただくと良いかなと思います。はい。で、ちょっとスライド戻るんですけれども、アンケート結果でですね、設問4と設問5をちょっと取り出したんですけれども、5の方を見ていただくと、 NGS 解析ソフトウェアの利用経験がほとんどないということを前提にしています。ですので、この中でですね、アンケートにもありましたが、もうバイオインフォマティクスをちょっとに片足を突っ込んでる人にはちょっとつまんない講義です。絶対つまらないです。面白いところなんて一切ありません。面白いのは僕ぐらいのものです。内容的にはその人にとっては面白くはないと思います。で、その人はですね、ぜひ私が用意した、クイズに答えてください。そういうものも用意しています。あともう一点、この話を始める前にですね、この実習なんですけれども、ネブラという、ギャラクシーというサーバーの、を使ってですね、チップセック用に、作り変えられているものを使うんですけれども、フランスのキュリー研究所がですね、公開しているサーバーです。ですが、決してこの50人が使うことを想定されて公開されているサーバーではありません。ですので、50人が使うとおそらくサーバー落ちます。キュリー研究所以外にもギャラクシーのサーバーがあるんですけれども、そちらで実習をした時もですね、一回落ちかけたことがあります。ですから今回ですね、実習を行う時に、初めはとりあえずですね、2人1組で、
私の実習の内容をやっていただければなと思います。ですから今座っている隣の方とちょっと挨拶をしてください。はい、はじめまして。はじめまして。その後は結婚しましょうと答えてみましょう。いや、男性同士でもいいんですよ。今は許されますからね。はい、というわけで、初めはちょっと我慢してください、我慢しなければ本当にサーバー落ちます。で、それが群馬大学からアクセスしたということはバレます。わかりますか？必ず私の言うことを聞いてですね、2人1組ぐらいでまずはやってください。はい、で、もう一つ、あらかじめご紹介するのは、今回利用している画像ですが、統合ピクチャーギャラリーを利用しています。こちらは皆さんもうご紹介があったと思うんですけれども、こちらの統合データベースセンターがですね、無料といいますか、オープンソースでですね、使える画像として公開しているものです。こちらを利用させていただいています。で、利用する場合はこのようにですね、アクノリジメントにライセンスを表示するということが義務付けられています。あとですね、今回の私の講義の内容なんですけれども、ウェブサイト上にですね、こういったギャラクシーの使い方についてのですね、書いてあるウェブページがあります。一つはですね、太田さんのギャラクシーによる NGS 解析というものがあります。こちらをちょっと参考にさせていただいておりますので、こちらでご紹介いたします。で、もう一つはですね、株式会社ジナリスという会社のですね、武田さんという方が、今更聞けない NGS 超入門というものをスライドシェアに、アップロードしておりました。こちらもですね、非常にいい資料だなと思って、参考にさせていただいております。ありがとうございます。はい、というわけで、まずはじめに次世代シーケンサーのお話をするんですけれども、次世代シーケンサーのお話をしだすとすごい長いまたストーリーが出てくるので、まあ、簡単にご紹介すると、今皆さんもご存知かもしれませんが、イルミナという会社がですね、ほとんどデファクトスタンダードの次世代シーケンサーを、販売していて、その中でもですね、一番大きなシステムがハイセク X10 と呼ばれるものです。こちらの機械はですね、2014年にイルミナの方からプレスリリースがされました。現在ですね、日本でハイセク X10 が入っているラボはおそらく僕の知っている限りはなかったように思うんですけれども、それぐらいですね、すごく大型の機械です。人のゲノムを読むため、ゲノムのプロジェクトをやるために向いている装置ですね。で、この機械を使うと、以前から言われていた約10万円で1人のゲノムが読めるよというのが実現できるだろうということになっています。今はもう少し値段も下がっているかもしれないんですけれども、で、この機械、今この統合ピクチャーギャラリーからですね、適当にハイセックというこの X10 ではない機械をですね、10台ぐらいこうコピー&ペーストして汚くこうやって並べたんですけど、まあ、このような形でですね、機械が10個ぐらいつながっていると。で、10個ぐらい並列で動かしてですね、やっとこの10万円ゲノムができるかなという規模になっているというような状況です。で、まあ、次世代シーケンサーを扱ったことがない人にとってはですね、いわゆるスループット、どれぐらいの量データが取れるかっていうイメージがつきにくいと思うんですね。ですので、ぜひこれはこれぐらいはちゃんと覚えておきましょうというものです。何かというと、まず1ビリオン、1億円機というのは100メガベースになります。これはバイトではなくてベースですね。100メガベースです。1億円機は100メガベース。これを覚えるとですね、ヒューマンゲノムが30億円機対とよく言いますよね。30億円機対で3ギガベースということが簡単に理解できるようになります。ですから、1人のゲノムをの容量は3ギガベース読まないとダメなんだというふうに考えることができます。このようにですね、まあ、大体1億という数字を覚えてやれば、それに対応するベース数ですね、それをこう覚えておけば、大体次世代シーケンサーでいつもスループットが出てくるんですよ。なんとか何ギガベース何ギガベースというのが出てくるんですけど、それを簡単に計算できるようになってきます。で、我々はよく人のゲノムを読むのには、20から30カバレッジぐらいの
ゲノムシーケンスをしなければいけないということを言うんですけれども、これはどういうことかというと、3ギガベースを30回ぐらい、繰り返し読んでいるレベルですね。それを、1人のゲノムとして読んだよと言っていいんじゃないかなという、規模だというわけです。まあ、ということは、3ギガベースに対して、30かけたもので90ギガベース、これが1人1ゲノムを読んだという次世代シーケンサーの性能をいう時の基準になってきます。はい、ではちょっとこれもイルミナの話なんですけれども、イルミナの機械を使ってですね、どれぐらいのシーケンスが読まれるかというのを先ほどの例を参考に考えてみたいと思います。これも古い情報なんですけれども、ハイセック2500という、実は今でも日本ではスタンダードにいろいろな研究室で使われている機械なんですけれども、そのラピッドモードバージョン3試薬を使った場合という場合を想定してやるとですね、スループットの TP の略なんですけど、スループットがだいたい100ギガベース ×3、300ギガベース読めるよということなんですね。で、リードというですね、一つ一つシーケンスを解読した塩基配列の断片の数でいうと10億個ぐらいありますと。で、それがどれぐらいの時間で読めるかというと27時間 ×3 ということなんですね。で、これはラピッドモードと呼ばれる、できるだけ早くシーケンスを終了する、この2500の一つの、モードなんですね。で、これをハイカバレージモードにするとどうなるかというと、11日間ずっとシーケンサーが動くことになります。で、この場合どれぐらい読めるかというと、だいたい6人ぐらいの、30フォールドで6人ぐらいのゲノムが読めますよということです。で、これがですね、今もお話ししたように日本でのほとんどスタンダードに使われているシーケンサーです。で、それに対して先ほどの同じ会社の X10 システムというのを使うとどうなるかというと、1.6 テラベースから 1.8 テラベースということが当時言われていました。2014年当時ですね。で、リードだと60ビリオン、60億本ですね。で、3日間かかって、これを1週間でだいたい320人分読めてくるということが、言えます。先ほどバージョン3の試薬の説明をしましたが、バージョン4という試薬が出ています。先ほどの2500はバージョン3のスループットを述べています。ですが、2014年にですね、バージョン4の試薬が出ています。これは少しスループットが増えているんですけれども、実はこれも日本でほとんど使われているところはないと思います。なぜかというと、バージョン4の試薬を使うためには2500のシステムをちょっと一回アップデートしないといけないんですね。なので、アップデートしてしまうとシステムが不安定になりますよね。やっぱり今まで十分なスループットが得られているのであれば、コストパフォーマンス的にも自分たちが満足しているのであれば、バージョン4に変える必要性はなくなってくるわけです。ですので、バージョン4に変えているところというのは、新しく導入したところとか、そういうところはバージョン4のまま使っている可能性はあるんですけれども、ほとんどの場合、バージョン3を使っているところが多いということですね。もう一つ、最近 NGS の動向をお伝えしますと、ご存知かもしれません。NGS 解析というのは、ショートリードシーケンサーと呼ばれるように、比較的短めのシーケンスを読む、シーケンスしか読めないというような状況がありました。で、それがですね、変わりつつあるわけですね。これは実はでも2007年ぐらいからですね、ロングリードシーケンサーということはよく言われていたんですが、これがかなり現実的にですね、役に立つというような状況がですね、生まれつつあります。で、一つは、パックバイオのスマートセックというシステムです。こちらはですね、当初からですね、ロングリードシーケンサーとして今もですね、かなり使われているものの一つで、脱落していたロングリードシーケンサーもたくさんあるんですけれども、その中でもなんとか生き残っているの、なんとかどころかしっかりと生き残っているものの一つですね。
で、もう一つはオックスフォードナノポアです。私がここで少し強く言いたいのはですね、オックスフォードナノポアが今後はですね、かなり強力になっていくと思います。理由があります。で、パックバイオシーケンサーの場合だと、まあ、僕の知っている、バージョン5、C5 というですね、ものでですね、大体、まあ、最大でも60キロぐらいの長さが読めるのかな、まあ、ちょっと曖昧なんですけれども、それよりも古いシステムの場合だと、40とか、50キロベースぐらいですね、それぐらいの、シーケンスがの長さの、モレキュールが読めるわけなんですよね。オックスフォードナノポアは 100キロ以上読めます。なのでパックバイオよりも長く読めるわけですね。で、オックスフォードのナノポアのすごいところはその他にもあって、まず皆さんもご存知かもしれませんが、ミニオンというですね、小型のポケットに入るようなサイズのシーケンサーがオックスフォードナノポアで作られています。今は iPhone に接続するもの、こちらがそうなんですけど、 iPhone に接続してですね、シーケンスが読めるというものも開発されています。すごい、すごいものですね。で、こんなもの役に立つのかと思うのかもしれませんが、オックスフォードナノポアのすごいところは、これは修飾塩基も読めるんですね。皆さんバイサルファイトシーケンスとか、やってる方いらっしゃいますか？バイサルファルト、ああ、いらっしゃいましたね。バイサルをやっている方にとってはですね、バイサルの効率とか、結構なかなか難しいところがあると思うんですけれども、そんなことする必要がなくなってくるわけです。RNA の修飾も見れます。DNA の修飾もそのまま見れます。ですからかなり強力なシーケンサーだとお考えいただいた方がいいと思います。ただ、今ですね、オックスフォードナノポア自体は、いわゆるそのコミュニティに、会員のような形でですね、入っている方にしか、セミナーに参加できないような状況で、この前行われたミーティングは一応ツイッター上には配信されてはいるようなんですけれども、それぐらいこうまだ限られたところでしか、実機を扱っていけないような状況なんだと思います。で、もう一つは、10X だっけ、 10X ゲノミクスの、テクノロジーですね。で、こちらは、イルミナの機械を使って長いシーケンスを読めるというものです。で、この3つを比べてですね、オックスフォードナノパワーは修飾塩基が読める、今のところのアドバンテージとしては、最大長さも非常に長いものが読める、それからパックバイオは長いものが読めるし、アキュラシーですね、正確性も 5% ぐらいで、抑えられているので、たくさん何回も繰り返し読めばですね、その正確性を担保することができるようになるので、そういう意味では優れているものです。で、10X はですね、イルミナのテクノロジーを使っているので、イルミナの機械というのは他の機械に比べるとシーケンス精度がすごくいい、やっぱりアキュラシーがいいというものが売りだったので、そのアキュラシーの良さで 10X が使えるような状況です。で、じゃあどれを選べばいいのというと、そういう簡単な問題ではありません。例えば 10X を使うとどういうことが起こるかというと、いわゆるホモポリマーが読めません。 GGGGGCCCCC といったようなですね、シーケンスの場合ですね、シーケンスアキュラシーがすごく落ちていきます。それに対してパックバイオはいわゆるシステマティックエラーフリーなので、ホモポリマーも読めます。繰り返し配列が読めるんですね。で、それに対してオックスフォードナノポアはどちらかといえばまだそのアキュラシーがですね、量差読みでなんとか 5% というような状況なので、少しパックバイオよりまだ正確性が落ちているというような状況があります。こういうところで皆さんちょっと戦っているような状況ですね。皆さんがですね、このような装置を使うかというと、なかなかそこまで行くことがないのかもしれないんですけれども、今のトレンドとしては、例えば一つのコピーナンバー、シングルヌクレオタイドバリエーションを見るだけではなくて、そのシングルヌクレオタイドバリエーションのハプロタイプ、ハプロタイプのブロックを見ていったりとかですね、フェージングですね、どっちの染色体由来かということを見ていくのにも、やはりロングリードシーケンサーを使った方が正確に決まっていくので、そういう意味で使われ出しているという状況です。はい、というわけでシーケンスの話が終わりました。これだけでも今25分ぐらい経ったのかな、結構長く話してしまったんですけれども、
というシーケンサーを使って次世代シーケンサーの解析を行っていきたいと思います。で、次世代シーケンサーの解析を行っていくときにですね、サンプルの調整をして、こう次世代シーケンサーにかけて、そして、データ解析サーバーなどを使ってですね、データ解析をしていくということで、で、今回僕が話すのは例えばこのデータ解析の部分かなと皆さん思うと思うんですけれども、データ解析の部分をちゃんとできるようにするためにはサンプルの調整と次世代シーケンサーにどうやってかかっているかという原理を知らないと到底ですねデータ解析なんてできません。絶対につまずくと思います。ですので、サンプル調整から NGS にかけるところからデータ解析まで一応一通り簡単にご紹介していきたいと思います。 NGS 解析のサンプル調整はゲノミック DNA やメッセンジャー RNA や、例えばスモール RNA といった核酸がスターティングマテリアルとしてあるわけですね。私も実は実験科学者出身です。今でも実験はやれる人間なんですけれども、実験をやってるとですね、いろいろなその、核酸であれタンパクであれ性質によってですね、いろいろなテクノロジーテクニックがあると思います。で、そういった DNA を扱ってですね、 DNA や核酸を扱ってですね、シーケンサーにかけるときというのは、例えば、酸化法でやっていた時代はクローニングを行って、そしてそれを PCR で、増幅してというようなことを、いろいろやっていったわけですね。で、NGS 解析の場合はスターティングマテリアルの、核酸に対してですね、この間の処理もいろいろあるんですけれども、一番変わっている部分は DNA をですねバラバラにします。バラバラにしておいて DNA や、RNA から由来の cDNA なんかをですねバラバラにしておいて、それをですねこのシーケンス用のですねアダプターにつなぐという処理が必要になってきます。これはクローニングを介したですねシーケンシングの時とは大きく違う点ですね。どちらかといえばダイレクトシーケンスに近いような状況です。そういった処理を行わないと NGS 解析というのは行えないというものなんですね。これは結構重要なことなんです。つまり元の DNA の長さとは全然関係のない長さの核酸を生成して、そしてそれを特殊なアダプターにつないでその断片だけを読んでいるんですね。このイメージを必ず忘れないでいただきたいと思います。そしてもう一つここで覚えていただきたいことがあります。インサート DNA です。皆さん DRA の紹介って受けました？先ほど DRA の紹介って受けました？受けてない。次世代シーケンサーでデータ解析をした後ですね、そのデータを登録する先として SRA や DRA があるという話を聞いたという人いない？はい、登録する必要が皆さんも出てくるんですけれども、その時にですね、インサート DNA のサイズを教えてくださいという項目があったと思うんですね。これは何かというと、このアダプターをつないだ時に、真ん中に来ている DNA の長さの、DNA のことです。ですから、このインサート DNA と言われた時にですね、一体インサートって一体何のことだろうと思ったら、このアダプターにつながれて挿入されている部分、そういうイメージを持っていただけると幸いです。 DNA ライブラリ、シーケンシングの時の DNA ライブラリのサイズという話になると、このマルチプレックスとかのプライマーも合わせたアダプタープライマーも合わせたこの全長という長さになってくるわけですね。はい、で、そんなこんな話している話題はですね、実はイルミナ社の、ウェブサイトにはすごく詳しく書いてあります。別に僕はイルミナ社の回し者ではありません。むしろイルミナは、そんなこと言っていいけどね、イルミナ社はですね、素晴らしい会社です。素晴らしい会社ですよ。で、このイルミナ社のウェブサイトにはビデオでですね、コースが書いてあって、シーケンスのテクノロジーについてとか、あとはですね、シーケンスを行う時のテクニシャンの方とかがどうやってシーケンスをやっていくかという手順も全て絵できれいにチュートリアルのコースが書かれてあります。ですからもし
皆さんがラボでシーケンサーを持つっていう話、イルミナのシーケンサーを持つっていう話になったら、まずはこのコース見ればいいんです。そうするとどうやってサンプル調整をしてシーケンシングにかけるのか、その時のスターティングマテリアルの量、それから何をチェックすればいいのかっていう項目も全て、紹介されています。ちなみに日本語で、はい、でその一部をここにご紹介します。例えば DNA を調整して DNA を断片化してアダプターライゲーションする、先ほどの話ですね。それからその DNA サンプルをですね、なんかプレートの上に載せてですね、テンプレートを増幅するというような話からハイブリダイズして、なんかごにゃごにゃされてシーケンスされますよという過程が書いてあるんですね。これは基本的なイルミナのテクノロジーの話です。こういう内容もしっかりと絵で描かれてあるので、私の講義を受けなくてもちゃんとわかるはずなんです。はい。で、そうは言っても私は説明する義務がありますので説明すると、シーケンス DNA ライブラリー、シーケンシング DNA ライブラリーが今できました。アダプターがつきました。これをですね、大体ですね、ライブラリー内の DNA サイズというのは一定ということを大体担保してることが多いです。例えばゲルエクストラクションなどをしてですね、ある DNA の長さのサイズセレクションをして、それをシーケンシング DNA ライブラリーとします。で、そのシーケンシング DNA ライブラリーから、シーケンサーをにこれを入れてですね、シーケンスを決定するわけなんですけれども、その時は、このアダプタープライマーの位置からですね、シーケンスが読まれて、そしてリードと呼ばれる決定された塩基配列のことですね、決定されたところまでの配列 DNA 断片のことをリードというんですけれども、このオレンジの部分だけが情報として得られるということです。ここでですね、ちょっと誤解しないでいただきたいんですけれども、 DNA ライブラリーを作成したからといって全てのこのインサートの DNA の部分、黒い部分ですねが読まれるわけではありません。いいですか。シーケンスしたときに得られるリードというのはインサートのごく一部です。一部を読んでいるんだ。もちろんですね、全てを読める場合もあるんですけれども、それはインサートサイズが小さいわけですね。ですので、頭の中ではですね、必ずこういったイメージを持っていただきたいというところです。さらにそのリードというのは、片方から読むだけではなくて、もう片方から、例えば3プライム側からといいましょうか、3プライム側から読むということもできるわけです。一つ目、先ほど片方から読んだテクノロジーのことをシングルエンドリードシーケンスですね、ごめんなさいエンドが抜けてますけど、シングルエンドリードシーケンス、シーケンシングと言います。で、それに対してですね、ペアエンドリードシーケンシングというのがあって、それはこちらとは逆の方からも読むということを実施するテクノロジーになります。ちょっと複雑なので、後でもう少し詳しくですね、どうやってシーケンスが読まれるかという様子をビデオで見ていきたいと思います。で、もう一つはメイトペアです。メイトペアは何かというと、ビオチンラベルを末端にしておいてですね、それをセルフライゲーションして感情化します。そして断片化をして、ビオチンがついているところだけアビジンビオジン反応で取ってくるということをやることで、いわゆる長いギャップの領域を読むことができるというテクノロジーです。このビオチンラベルしたところだけがシーケンスでこのようにこちらの端からこちらの端から読めてくる、あ、逆ですね、こっちからとこっちから、ビオチンに向かってこう読むようなイメージだと思うんですけど、こちらとこちらで読めると。そうするとこの端っこのところのシーケンスが決まるので、ゲノムの遠い配列の関係をですね、導き出すことができるというテクノロジーです。で、一つ注意していただきたいのは、これはイルミナの例をとっています。メイトペアシーケンシング、メイトペアシーケンシングというのはイルミナ以外もあります。で、その場合はメイトペアの概念が少し変わってきますので、これはあくまでもイルミナのケースだと考えてください。はい、ではですね、ちょっとイルミナの回し物じゃないと何度も言うんですが、イルミナのビデオが YouTube に転がっています。皆さん見れるんですから、僕も
見ているだけということでですね、見ていただきたいと思います。まずイルミナのテクノロジーはこのようにフローセルと呼ばれる、なんかスライドガラスって言ったらいいですかね、まあ、みたいなものに、このようにですねプローブがついてるんですね。そして先ほどの DNA ライブラリーを流し込んでやると、ハイブリダイズするところにはハイブリダイズすると。そしてこれを、CDNA 作ってですね、で相補差除いて、そしてアニーリングさせるということをやります。これすごいと思いませんか。これオンプレートでスライドグラス上で、あんな操作ができるっていうアイディアがすごいんですけれども、で、さらにですね、ここから相補差を作って、乖離させてですね、でさらにまたひっつけて乖離させてっていうのを繰り返すとですね、なんか最近僕も実験から離れてきたせいか言葉が出てこなくて申し訳ないんですけど、このように作られたものというのはそばにですね同じ DNA 由来の DNA が CDNA がいっぱい並ぶことになりますよね。これを一つをクラスターと呼びます。クラスターと呼びます。まあね、クラスターの概念というのはまあ集合ですからクラスターでしょうね。ということはクラスターの中にある DNA というのは全て、クローンなわけです。同じなはずなわけですね。で、これはなぜこんなことをするかというと蛍光強度を高めるためです。これは例えばマイクロ RNA のスポットだとすると、ここに、蛍光プローブをバーッとこうつけていけるような操作を行うとたくさんの DNA が同じ位置で発光するから蛍光強度は高まりますよね。ですからこのクラスター の数のデンシティが高ければ高いほど、蛍光強度は上がるということを想定しているわけです、まあ、そういうテクノロジーをやるためにこのスライドガラス上で、なんとこう、フラグメントを増やしていくという操作をですね、繰り返し繰り返しこれをクラスタージェネレーションって呼んでるんですけど、クラスタージェネレーションを実施しているというような状況です。そして、また乖離させてですね相補差を除いて、準備ができました。これ一つのクラスターですね。シーケンシングの時は実は、これも覚えておくと面白いなと思うんですけれども、下にこうプレート上にスライドグラス上にハイブリダイズしている方から読むんじゃなくて上から読んでいきます。上から、シーケンシングバイシンセシスで1塩基ずつ読んでいくと。これ当然隣の方にもクラスターの同じクローンの DNA がいっぱいあるから T が1回で発光する量というのはそのクラスターの濃度によるわけですね。でそれが発光が強ければ強いほどここの、光の導定率が上がっていきますよね。導定効率が上がりますね。まあ正確性が上がっていくわけですね。まあ、このような形で、一つ一つの点が一つのクラスターの点になるわけです。そしてそれを、どん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 ですねオリゴ DNTP を流し込んでいくことで1塩基1塩基1塩基発光を、カメラで写真を撮っていってですね、まるでマイクロアレイを、短時間でですね何十枚も取り出すように、発光を検出していきます。で、次に何を行っているかというとペアエンドリードのシーケンシングです。先ほどシングルエンドこうやって読んだだけなんですけれども、実はペアエンドの場合はですね1回読んだ後もう1回ハイブリダイズをさせて、でインデックスと呼ばれる配列をちょっと読んでおいて、どっちがリバース側でフォワード側かっていうのをしっかりと確認できるようにしておいて、またさらに慎重してリバース側だけを残して、で、リード2用のプライマーで逆側を読むっていう操作をやります。ですから1回剥がして、で、インデックスプライマーを読んで、で、フォワード側は切断して、で、リバース側のシーケンスを読むというすっごくややこしいことをやってるわけですね。
これがペアエンドの原理です。ちょっと分かりにくかったかもしれませんね。今僕が話しながらだったから分かりにくかったかもしれないんですけど、まあ、そのような形でこうシーケンスが決まっていくような過程があります。はい、シーケンスで読まれたリードがゲノム上にマッピングされた時、このように山のようにですねパイルアップされていくと、積み上げられていくというような形になっていきます。はい、SBS というのはシーケンシングバイシンセシスの略です。はい、ではそのような形でシーケンスが読まれた場合ですね、一体どのようなことができるのかですね、それを紹介していきたいと思います。で、3つのことを紹介します。一つはホールゲノムシーケンスのお話です。これも非常に簡単にしか説明しません。私は別にホールゲノムシーケンシングの専門家ではありませんので。で、もう一つはチップセックというテクノロジー、もう一つは RNA セックについて、この3つとてもスタンダードに用いられるものについて説明します。なぜスタンダードなものしか説明しないのというと、これが背景にあります。これなんとかセックってついてあるもののイルミナ、またイルミナなんですけど、イルミナが提供しているポスターです。これ見たことある人いると思うんですけど、これ何種類あるんでしょうね。当初ですね、あのバイオインフォマティクス関連の人たちが60種類ぐらいまではカウントしてたんですけど、その後はもう分からなくなっていったぐらいたくさんあるわけですね。これ全部僕に説明しろって言われるとちょっと辛いので、一番ベーシックなホールゲノムシーケンスとチップセックと RNA セックを説明します。要はですね、さっきのテクノロジーを使って拡散をどのように工夫して調整するか、そしてそれをシーケンス読むだけなので、工夫をするところが一番重要なんですね。で、一つ目はホールゲノムシーケンスです。ホールゲノムシーケンシングです。で、これはサンプルの全ゲノムをシーケンシングを用いて決定する、まあ、そのまんまなんですけれども、そのホールゲノムシーケンシングを行う目的として、2つ大きく分けて2つの目的があると思います。一つはデノモアッセンブリーと呼ばれるものです。これは例えば人というのは参照ゲノムというのが公開されています。ですからそれを参考にするということが可能なんですけれども、非モデル生物にとってはですね、ゲノムがまだ分かっていないものもあります。その場合はシーケンス読んだらですね、それを再構成することでゲノムを決める、ゲノムの構造を決めるということが可能だということは皆さんも非常によくご存知だと思います。それをまあデノモアセンブリー、アセンブリーというのは組み立てるという意味ですね。組み立てる、その読んだ配列をもとに組み立てていくことを言います。もう一つはホールゲノムリシーケンス、ホールゲノムリシーケンシングというものです。これは、人やマウスのようにですね、参照ゲノムが非常に明らかなものについては、わざわざそのシーケンスしたものをですね、一回一回再構成するよりは、もうしっかり知ったものが分かっているなら、そこにマッピングしてやることで、例えばシングルヌクレオタイドバリアントとか、コピーナンバーバリアントなどの変異をですね、検出してやろうというような目的に使われます。ですからこの場合は参照ゲノムがあやふやだと逆に間違いを引いてしまう可能性は大いにあるわけですね。まあ、このような目的で、ホールゲノムシーケンシングというのは行われるような背景があります。で、このじゃあ、マッピングをするときにですね、どのような情報が必要かというと、例えばこの黒いラインがですね、リファレンスのゲノムだとしていただいて、それに対してシーケンスで読んだリードですね、塩基配列が決定されたものを並べていってやると同じ位置でオーバーラップするものもあります。で、同じ位置でオーバーラップしているにもかかわらずですね、このように塩基配列が異なる場合があるわけです。1塩基だけが違う。例えばこの配列についてはどうでしょうか。他の配列が全て T に対して一つだけリードが A であったと、これはまあ頻度から言ってもですね、シーケンシングエラーの可能性は十分にあるでしょう。皆さんもご存知の通り、ポリメラーゼのフィデリティでですね、配列、塩基配列の決定の、正確性というのはある程度揺らぎがあります。例えば古典的な、まあ、タックマン R とかだと800ベースペアに1ベースぐらいでしたっけ、まあ、それぐらいの500ベースに 1ベースぐらいでしたっけね、まあ、それぐらいの、まあ、頻度でですね、
配列が組み替わるということがあるわけです。でそれに対してですね、じゃあこちらはどうかというと、例えばこの中にも、いわゆる PCR のエラーとかシーケンシングの時のですね配列のエラーとか、まあ、そういったもので、まあすごい少ない確率ですけどエラーが起こったものが検出されているような場合もあると思います。もしくはマッピングが間違っている場合とかですね、まあ、そういうものはあるかもしれませんが、これだけ A と T の頻度がですね、だいたい半分ぐらいになってくると、これはおそらくはスニップなんじゃないかな、しかもこちらはホモザイゴーシティでこちらはヘテロなのかなとか、まあ、そういったことが、まあ、にわかに、信用されてくるというか、そういうような仮説が立ってくるわけですね。まあ、そういう意味でですね、シーケンスを読むときには、一つのシーケンスに対して、重複して読まれているシーケンスというのがすごく重要になってきます。こういった、状況をですね、まあ、深度といいますか、デプスという言い方を我々したりするんですけれども、デプスがどれぐらいで、読まれている部分のスニップだけを信用する、そういったことはよく言いますよね。まあ、そういう意味合いがあります。また、このようにですね、非常に頻度が低く、塩基が置換されている場合はシーケンシングエラーとして補正することができると思います。ですからホールゲノムシーケンシングの場合はあるシーケンスが複数回読まれているということでシーケンシングエラーを補正してやることができるようになってくるわけです。また、先ほどから30カバレッジというような30フォールドとか、カバレッジ30カバレッジとか、そういうことを言ったりするんですけど、これは、マップされたリードの合計長から、割り算をします。参照ゲノムの全ゲノムの長さですね、3ギガベースに対して読まれたリードの数です。このどれだけこうオーバーラップがこう均一にいってるかとか、そういうことは想定されてません。読まれたリードの割合で何十倍、おそらくはゲノムを繰り返し何十回読んだ分に相当するということを、数のゲームで示しているというような形になります。はい、今マッピングの話をしました。でマッピングの時もそうなんですけれども、ゲノムアッセンブリーの時も、ある塩基配列の断片というのをつなぎ合わせるという処理を行うわけです。マッピングの場合は参照ゲノムに対して、リードをつなげる、ペアワイズアライメント、ペアワイズアライメントの、参照ゲノム側、ギャップなしというような形になると思うんですけれども、それだけではなくて、つなぎ合わせていく一つ一つのリード断片をデノブアッセンブリーなどでつなぎ合わせていくときにですね、アライメントという操作を行うことは皆さんも頭の中で想像すると思います。で、そのアルゴリズムとしてですね、この次世代シーケンサーが登場してから非常によく使われるようになった。その前からアルゴリズム自体は多少あるんですけれども、次世代シーケンサーで非常に、ブレイクしている方法の一つとして、ドブラングラフというのがあります。でドブラングラフは一体どういうことかというと、例えばゲノム配列というのはリピート配列がたくさんあるようなものが、結構あるわけですね。でこれを普通に単純にアライメントしていく、似ている配列をこうつなげていくという操作をやるわけですね。この配列を再構成するために、つなぎ合わせていくという操作が必要になります。これを、ずっとこの配列とこの配列は似ている、この部分でアライメントできるから似てますよ似てますよ似てますよとつなげていくという操作を繰り返すんですね。ですが、これつなげていてもですね、こことここがでもちょっとつながるよなとか、こことここがつながりますよねみたいなことが生じてくるわけです。いろんなパスがある。で、こういうアルゴリズムをオーバーレイアウトコンセンサスアプローチと言います。いわゆるオーバーレイをしていってコンセンサスを拾っていくというアプローチを繰り返し行うことで、シーケンスをですねつなげていくという操作を行うんですけれども、それに対してですねドブラングラフというのは、そういった操作を行わずにですね、このリピートの部分というのは一つの、によく似たというか、ほとんど同一の部分というのをこう縮約することでですね、この
ネットワーク構造みたいなものをもう少し単純にしてやることができるんですね。似ているものは解釈しないでそのままパスをですね、きれいにしていくという操作を行えばよりですね精度よくこういったリピート配列の再構築、シーケンスの再構築というのができていくという過程があります。こういうことはショートリードシーケンサーというものが出てきてですね、こういうグラフ構造が必要になってくるというところでブレイクしていた背景があります。はい、というわけで今ホールゲノムシーケンスの、デノムアッセンブリーとか、普通のマッピング解析ですね、そういったものをちょっと紹介しました。もう一つはチップセックです。今回この実習を行うのでチップセックのところちょっと長めに用意しています。チップセックはクロマチンイミノプレシピテーションのシーケンシングということで免疫鎮抗を利用したシーケンシングの一つなんですけれども、クロマチンというのはですねヒストンのオクタマと転写因子とか DNA 結合性の因子がですね結合した状態で存在しているわけです。で我々の場合はよく転写因子がどこに結合しているかというゲノム上のどこに結合しているかという情報が非常に貴重なのでその情報を取ってくるためにですねまずこのクロマチンをバラバラにしておいてそしてそのクロマチンバラバラにしたクロマチンの中にですね目的のタンパク質がついているものを抗体を使って認識してこのように DNA とタンパク質の複合体を認識してそして免疫鎮抗をしてこういうものを濃縮してやってそしてここについている DNA だけを生成するという方法を取ります。で、生成した DNA はですねプライマーをですね先ほどと同様にアダプタープライマーをライゲーションしていったりする形にしてシーケンシングしたりですねもしくはですねもうここから直接ですねシーケンス読まなくて配列見たい配列が決まっている場合はチップ PCR という方法でこのタンパク質が結合している場所というのを探してやるわけですね。でここでちょっとだけ気をつけていただきたいのはチップセックというのはこの抗体で免疫鎮抗するときに濃縮操作を行っているのであって生成操作を行っているわけではありません。つまりこのタンパク質と結合している DNA 以外の DNA こういった DNA のコンタミみたいなものも含まれた状態つまり濃縮されているだけなんですね。その状態で、シーケンシングという操作やチップ PCR というものに流れていくという状況があります。これはすごく重要なことでシーケンサー次世代シーケンサーはすごく高性能ですからそういうコンタミネーションした DNA もちゃんと拾うんです。ちゃんとシーケンシングされると。ですから、抗体で、落ちてきていない部分が読まれてもそんなに不思議なことじゃないわけです。でチップセックで現れてくるその DNA の場所というのはこのような違いがあります。例えば転写因子のチップセック転写因子の抗体を使って転写因子の場所を探してみるとこのように非常にきれいなピークが見えてきます。これはシーケンスリードがパイルアップされている山積みになっているわけですね。山積みになっている部分がきれいに見えているのに対して、メディエーターになると少し横に伸びて、3つの山に増えました。あとはですねポル2の抗体ですね、転写を触媒する因子であるポル2がですね、ある場所を免疫鎮抗してやるとこのように広いブロードなピークが見えてきたりするわけです。ですからこれは見ていただいたらすぐに分かると思うんですけど転写因子とか、免疫鎮抗するタンパク質によってですねこのピークの大きさとか、数とかが全然違うシグナル強度も全然違うというようなことになってくるんですね。このようなものを見ることが、チップセックで、行われているということです。でチップセックのデータ解析の時にはいろいろな操作があります。一つは、シーケンスの情報ですね、シーケンスの情報をクオリティチェックをしてその後先ほどやってたアライメントマッピングですねマッピングという操作を行ってそして、先ほどの山の位置このような山の位置がゲノム上のどこにあるのかということを、機械的に見つけてやる方法ピークコールピークコーリングを実施する必要性があります。
そしてそのピークコーリングで見つかった山が一体どのあたりにあるのか、ゲノム上のどのあたりにあるのか、プロモーターということを皆さん、想定されると思うんですけど、プロモーターエンハンサー、そういったところをですね、見つけてやるということを行うような操作を行っていくということですね。で、その操作を行うときにピークコールが山を見つけるアルゴリズムが重要になってきます。一つは長い先ほどのポール2のような山を見つけるタイプのもの、それから転写因子のような非常にこう狭いピークを検出するのに優れた方法、それからシグナルトゥノイズレシオが非常に低いものに対して適用できる方法、このような方法でチップセックの時のピークコーリングというのは分けてやることができます。例えばサイザーという方法は、これは非常にブロードなピークを見つける方法なんですけれども、ブロードなピークを見つける時はこういうギャップの部分にですね、補正をかけてやってですね、この島とこの小さな島、この小さな島をこうつなげてあげるということも実施するようなアルゴリズムがあります。このようなソフトウェアはですね、例えばヒストンの修飾ですね、そういったものを修飾されている場所を見つけるときにバラバラのピークをたくさん見つけてしまうと、どこがどこかわからなくなっていくので、そういうものに適した方法と言えます。はい。で、もう一つ今回使う MAX についてちょっと説明します。先ほどのようにシーケンスというのは読まれるといろいろなシーケンスリードが得られてゲノム上に得られるわけなんですけれども、そもそもチップセックでは DNA を捕まえているはずなんですね、タンパク質が。で、そこが抗体で免疫鎮光されるはずなので、このチップセックで落ちてくるタンパク質と一緒に落ちてくる DNA の部分というのはこのようにですね、この周囲に広がっているはずなんですね。もうちょっとこれは掴んでいなきゃ本当はいけないんですけど、タンパク質の複合体の場合だったらもっとこうね、いろんな DNA この辺りまでタンパク質いる可能性もありますし、このように広く取れてきているような状況を想定してみましょう。で、これに対してですね、実はシーケンスを読んでいるときは、ワトソン差クリック差をですね、それぞれ、ランダムに読んできていることになるので、こっちのワトソン差、こっちのクリック差、こっちはクリック差だけ、こっちはワトソン差だけというような状況が、ランダムに起こるので、フォワード側とリバース側それぞれにですね、分けてやると山が2つに分かれるということが知られています。で、これを利用するとですね、いわゆるこのタンパク質でプロテクトされた DNA の部分、これタンパク質がちょっと小さくて申し訳ないんですけど、プロテクトされた部分が一体どこにあったのかというのを、この2つに分かれた分布のモデルを介してですね、調べることができるようになってくるわけです。で、そういう形で調べる方法が MAX なんですけれども、実際ですね、これ、得られたチップセックのデータから、それぞれのストランドですね、フォワード側リバース側のストランドを、の頻度をですね、書いてやるとちゃんと一定の頻度ですね、同じぐらいの頻度で見つかって、おそらくタンパク質が、結合しているのはこの2つのフォワードとリバースの真ん中中心だろうということを想定して、ここをですね、ここの平均中心の位置を取ります。ここをサミットと呼んでるんですけど、サミットの位置を取ることで転写因子の結合してそうな、抗体で免疫鎮光した転写因子の結合してそうな位置を、ある程度正確に知ることができると。で、その時に出てくるこのディスタンスですね、20ベース20ベースで合計40ベースのディスタンス、この距離も求めてくれるというのが、MAX のいいところの一つです。転写因子の結合場所の中心が取れると。で、あとは FSEC という方法もあって、普通にですね、リードのピークが得られたときに、リードの位置というのはこの、粒の位置だと思っていただければいいんですけど、で、この粒の位置をですね、ずっと、パイルアップしていくとですね、ここの瓶の中に含まれるのは1個だけ、ここの瓶に含まれるのもギリギリ1個だけ、ここの瓶に含まれるのもこの、リードの1個だけのようにですね、この瓶を分けた位置によって、この分布の
パイルアップのされ方、積み上がり方というのがちょっと変わってきてしまうんですね。こっちはちょっとこの瓶をずらしたものです。そうするとここは2つ出るので2つの島になってしまいます。これヒストグラム書くときに非常にまあよく知られている概念で、この瓶の分け方の最適なアルゴリズムというのもある程度存在しています。で、その瓶が分かれたようなものっていうのを作ってしまうと、本来想定されているような、チップで落ちてきている DNA タンパク質が結合している場所をうまく捉えていない可能性が出てきてしまう。この場合だとこういう非常に離散的なピークになってくるわけですね。でそれに対してこっちの場合は非常に緩やかなピークになってしまいます。でこれをうまく、想定してですね、この一つ一つをガウス分布で、仮定してですね、そのガウス分布をこうの面積を、足し算することでですね、きれいな、理想的なですねモデルに合った、ピークを、作ってくるという方法が、まあ、FSEC という方法で存在しています。まあ、このようにですね FSEC、まあ、MAX サイザーみたいな方法があるんですけど、それぞれは、チップセックの時に用いている抗体によってですね、使い分けるような形になっています。はい。で、もう一つは RNA セックなんですけど、あと5分で僕が喋り始めて1時間になるんですけど、1時間で終わるつもりがあと10分ぐらいで終わりたいですね。RNA セックなんですけど、 RNA セックは、一番最も広く使われている方法の一つとして、メッセンジャー RNA を取ってくるためのオリゴ DTBs を使った RNA-seq という方法があります。 RNA-seq の場合ですね、 RNA ポリメラーゼ2によって転写されたものにはポリ A がついているはずですね。なのでこのポリ A がついているものだけを濃縮してやるために DT がついた T がいっぱいついたですねビーズで濃縮してやると。そしてその濃縮したものをやはりフラグメントとして断片化をしてあげて、そしてそれをゲノム上にマッピングしてあります。でところが RNA-seq の場合はチップ seq の時とは違って、元々のスターティングマテリアルが RNA です。ですのでスプライシングされたもの、そういったものがシーケンスとして読まれてくる、そういうことが想定されるので、例えばこの一つのリードがですねこのようにあるエクソンとイントロン間にまたがっている可能性もあるわけですね。で、この場合のマッピングというのはアルゴリズムがやっぱり変わってくるでしょう。ですのでこの場合はジャンクションマッピングと呼ばれる方法を使ってこのジャンクションを分けてあげてマッピングしてやるということを行います。そしてそのジャンクションマッピングを行った後、遺伝子ごとにどれぐらいシーケンスが読まれたのかということをカウントしていくというような形になってくるわけです。で、そのカウントをするときにですね、一つ重要なことがあります。それは一つ目は次世代シーケンサーの性質として一回のシーケンシングで読まれるシーケンスの数が一定ではないということです。それは先ほどのクラスタージェネレーションを思い出してみましょう。あれはフローセル上にクラスターが形成されていきますが、プローブもそのまま用意されてますが、ランダムにアニーリングしていきますよね。フローセルガーって流れていって、その辺にこうプローブがあったらそこにヒュッてひっつくだけじゃないですか。ですから DNA のロードの濃度が高ければクラスターの形成率はすごく高くなる可能性もありますし、逆に薄くしてしまうとクラスターの形成率っていうのは下がってきたりするわけなんです。まあ、必ずしもそれだけとは限らないんですけれども、で、まあ、そういう背景からですね、リードが得られる量というのが一回一回のシーケンスで違います。ということはカウントするだけではダメですよね。シーケンスされた数で補正してやらないと RNA の場合どれぐらい読まれたのかということを見積もってやることができません。というわけでそれを補正する方法として RPKM という方法が一つあります。で、RPKM の場合は先ほど申し上げました通り、どれぐらいの数読まれたものかということで規格化するんですけれども、それをミリオンマップドリードで100万リードで補正する、10の6乗ですね。100万リードといえば、10の6乗です。5センチディッシュで、3×10 の5乗ぐらいがマックスだと思うんですけど、10の6乗という数字は皆さんも馴染みだと思うんですけれども、
10の6乗というのは100万です。なのでここに10の6乗をかけると。であとはシーケンスの長さも関係してきます。 RNA というのはその遺伝子によって転写産物によってですね長さが違います。そうですよね。ですから長いものほどバラバラにしたときに同じRNA 由来の断片が複数存在することになるのでバイチャンスとしては確率は上がっていきますよね。ですから長ければ長いほど確率的にはたくさんその転写産物が読まれていくのでその長さをですね1キロベースあたりということで補正してやります。あとはシーケンスされた数ですね、まあ、そういうもので補正して最後にカウント数で正規化してやると、カウント数を正規化してやる、規格化してやるということを行った数が RPKM 値ということですね。まあそういうものを計算するわけです。あ、ちゃんと書いてた、ごめんなさい。はい、ということですね。でもう一つ FPKM というのを皆さんも聞く機会があると思うのでご紹介します。で RPKM というのは単純に先ほどのリードのことを今度からまたタグと呼んでみましょう。タグのカウント数、タグのカウント数だけで RPKM というのは計算してしまうんですけれども、それでは不十分だよという考え方です。何かというと先ほど申し上げました通り、あ、失礼、ペアエンドシーケンスのデータの場合はですね、そのペアエンドシーケンスは同じインサート由来のリードシーケンスになるので、これはペアで一つのリード、一つのフラグメントが読まれたということを想定できるでしょう。一つのインサートが読まれたと想定できるでしょう。というわけで、これをカウントするときにはですね、ペアを一つとして1カウント2カウント、これはカウントしない、1カウント2カウント3カウント、合計まあ1,2,3,4,5 カウント、5カウントというふうに計算すると、まあ、非常にまあ分かりやすい、ペアエンドの場合はこういう操作が良いだろうというのは皆さんも直感的に分かると思います。で、RNA-seq の場合はこのようにジャンクションマッピングをする加減でですね、ペアエンドリードで読んだ方がジャンクションが決まりやすいわけですね。なのでペアエンドの場合を想定した数の数え方というのが必要になってくるということです。はい、というわけで、まあ、NGS データの特徴のまとめなんですけれども、一つは塩基配列であるということ、それからリードを読み取った配列のですね、山になっていきます。そして、資料のプールの中からシーケンサーは、ランダムに読んでいくという過程があります。そして、シーケンシングされるリード数は決まったリード数にはなりません。資料ごとにトータルのリード数が違います。ですからチップセックの時もそういった補正が、比較するのであれば補正が必要になってくるということですね。アライメントする、山を見つける、まあ、ランダムサンプリングをされていることを全体想定する、それから全体の数で正規化するということですね、まあ、それぞれ必要な、まあ、知識があるということになってきます。はい、ここまでが次世代シーケンサーの特徴のまとめです。あ、1時間経ってしまった。はい、もう少しスピードをアップしていくんですけど、スライド終わってからちょっとだけ休憩にしましょうか。はい、では NGS のファイル形式をちょっと簡単にご紹介します。このスライド終わったら、一度休憩にしましょう。 NGS 解析から得られるデータというのは、まあ、本来はですね、画像のデータ、先ほどの光画を写真で撮っていくという話がありましたが、画像のデータとパックバイオの場合は動画などがあります。でこのような、シグナルのデータをですね、バンドパスフィルターとかベースコールと呼ばれるもの、塩基配列をコールするものですね、まあ、そういうもので、いわゆるテキストベースの形式に落としていくということを行います。でこの時にですね、このベースコール、塩基配列の決定ですね、塩基配列の決定が品質として良いものかどうかというのを評価しているということになります。でこの評価値というものの一つとしてフレッドスケール、フレッドスコアというものがあります。
これはファストキューと呼ばれる皆さんも使うことがあると思うファイルなんですけれども、このようにですね、拡張子が .fastq という名前がついてくるんですが、これをですね、中身をちょっと見てみるとですね、1、2、3、4行にわたって情報があります。実は読まれた配列はここにあります。で、ここはその読まれた配列の情報があるところですね。あとここにプラスがあって、ここにクオリティ値と呼ばれる先ほど申し上げたフレットスコアが表示されているような形になります。これで一つのペアになっているわけですね。このようなファイルを次世代シーケンサーから画像からベースコールをして、そしてそのクオリティを見積もって一緒に出力してくれているというような状況です。で、このフレットスケール、フレットスコアはですね、どうやって計算されるかというと、例えば塩基配列の違う確率が10分の1ですね、10% ということになると、正確性としては 90% になるわけです。正確性 90% って高いように思うかもしれないんですけれども、100塩基あると10塩基違うことになります。そういう意味ですね。で、それに対して、いわばそういうことですね。で、フレッドスちょっと意味合いが違うな、今のなしにしておこう。90%、一つの塩基の正確性が 90% です。で、フレッドスコアが20の場合だと、これが 99%、 一つの A という、一つの T という塩基が 99% で正確であるということを保証しています。保証というほどではないですけど、しています。で、30、40となるたびにですね、その正確性というのは上がっていくんですけれども、これは一体何を示しているかというと、先ほどのクラスタージェネレーションを思い出してほしいんですね。クラスターの中にある塩基というのは、あれは一つのクローンから生まれたもののはずです。で、1塩基1塩基上から順番に A、G、C と光っていくわけです。 T と、例えばそのクラスターの中にある、フラグメントの数がですね、100個あったとしましょう。100個の中1番目は T って言ってるのに1個だけ A が混じったとしましょう。これは、正確性が少し落ちてきますよね。逆にこれが半分になってしまうというケースもあります。100個中50個の3番目の塩基が50個 T で50個が A という可能性も、なきにしもあらずです。で、そういった場合、ここにですね、示してあるフレッドスコアというのは下がって来ることになります。そういった指標が、このフレッドスコアになってきます。なので、クラスターの密度も高ければ高いほど、正確性というのはある程度保証できるんですね。当然クラスターを作っている時もあれ PCR 反応ですから、ミューテーション入る確率はあるわけですよ。あるんです。だからそれを保証してやる必要性は十分にあるわけです。はい。で、ちなみにそのフレッドスコアなんですけれども、イルミナ型の場合はシーケンスが先ほどのようにベースコールは1ベースされて2ベースと、リアルタイムでなされていきます。ということは長さがどん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 伸びてくるわけですね。時間とともにシーケンスされる長さが伸びるのがこの X 軸だと思ってください。ですから、ここは一番初めの塩基が読まれた時です。そこから36塩基まで読んだことを想定した場合、全てのクラスターの中で、塩基配列の正確性というのがどのような分布を取っていくかというのを、書いたものがこちらになります。徐々にシーケンスが長くなればなるほど少しこう落ちてきていますよね。クオリティが落ちてきているわけです。これはシーケンスのエラーの頻度が長く長く読めば読むほどイルミナ型の場合落ちてくるということを言っているんですね。で、これはまずいので、実際そのフレッドスコアを元にしてですね、フィルタリングをしてですね、きれいなリードだけを取ってくるということをすれば、だいたいですね、この36ベースペアのところで、フレッドスコアが30以上になるように、クリーンアップ、お掃除することができるようになっていきます。で、これはイルミナ型だけではなくて、これちょっと古いペーパーなんですけれども、シーケンスのベースがですね、長くなればなるほど、
正確性が落ちていくというフィギュアなんですね。これもう一目瞭然だと思うんですけど、イルミナー型の方が精度がいいですよね。落ちが悪い、まあ、他のも初めからそんなにクオリティ値が高くないところからぐんとなんか極端に落ちてしまう、まあ、さらにまあ20ぐらい落ちてしまうとか、まあ、そういった状況があるわけです。そういう意味でもイルミナー型が以前から優れているという背景がありました。で、実は私パックバイオのシーケンサーで論文を書いています。これ私の論文の紹介なんですけれども、パックバイオシーケンサーというのは先ほども申し上げた通りシステマティックエラーフリーです。ですから、塩基配列が伸びようがシーケンシングエラーの、エラー率が上がることは、ほとんどないはずなんですね。で、それを私確かめてみました。しかもですね、非常に繰り返し配列の 3.6 キロが、10回ぐらい繰り返すですね、非常に長いテロメアの付近のリピート配列を見てやると、GC コンテンツがなんと 70% ぐらいあるところです。 70% ぐらいあるところにもかかわらず、まあ、このクオリティ値は元から低いものなんですけれども、それがもうずっと一定ですよね。それに対して普通の GC コンテンツのところのシーケンスも比べてみても、こちらとこちらもほとんど遜色ないですよね。どちらも長さに依存せずにシーケンスが読まれている、エラーが蓄積していっていない、エラーが増えていったりはしないと。これがまあパックバイオシーケンサーのいいところの一つです。はい。で、今回ですね、次の実習のところで行うものなんですけれども、 NGS 解析のロードマップをここに示しています。分からなくなったらここを見ればある程度ですね、どういう流れでやっていくのか、その NGS データ解析というのはどういう流れでやっていくのかということが書かれてあるんですけど、先ほどのマッピングとそれからデノボ解析ですね、デノボアッセンブリーの解析では、まあステップが違うわけですね。で、その時に生まれてくるファイルがそれぞれあります。サムファイル、GFF、ベッド、テキスト、まあ、ファスターファイルですね、まあ、そういったものが、この辺りで出てくるんだよ、この辺りで出てくるんだよというのを私がちょっと、書いてみました。で、それぞれ出てくるファイルについてですね、この後紹介していくような形になります。で、紹介していく形になるんですけど、ちょっと時間が伸びてるので、5分ぐらい休憩しましょうか。マイク使うのやめます僕たまに教授でマイク、俺はマイクを使わなくても声が出るから大丈夫だという教授がいたときに、聞こえにくいんだよって思うことはよくあるんですが、今日はマイクなしでいきたいと思います。聞こえるよねいいかななんかごくわずかに笑いが生まれてるけどいいかな。これ以降のスライドがですね、ファイル形式の話をしています。で、ファイル形式の話は、実習をやってる中でも少しお話しできるので、その時にですね、僕のスライドを見ていただいて、ファイル、例えばベッドファイルというのが出てきたら、私のスライドを見てください。そしたらベッドファイルがどんなものかって書いてあるので、そのファイル形式のところちょっと飛ばそうかなと思います。具体的にはここのことですね。このサムファイルとか、戻っちゃった。サムファイル、ベッドファイル、GFF、NGS データの変換ですね。ここは飛ばします。はい。で、解析環境の選択だけ話して、GitHub のところで私の実習に入りたいと思います。まあ、できるだけ時間をオーバーしないように頑張りたいので、そういう形で、頑張ろうと思います。はい。何時までだっけ。5時まで、1時間半、よし頑張ろう。はい。一番初めにギャラクシーを紹介します。ギャラクシーはもしかしたら紹介があったかもしれないんですけれども、ギャラクシー自体はですね、海外のサーバーで公開されているものもございますし、こちらに URL も載せてあります。 usegalaxy.org というのと、そしてこちらの統合データベースセンターの
DBCLS のギャラクシーも存在しています。私のおすすめ的には、統合データベースのギャラクシーもいいんですけれども、ユーズギャラクシーの方がですね、ツールはたくさん入ってるんじゃないかなと思います。もしツールが見つからないようであれば、ユーズギャラクシー .org の方を利用してみてください。で、使い方については統合 TV の、ご紹介があったと思うんですけれども、統合 TV にギャラクシーを使い倒すという項目があります。ですので、そちらを参照していただければ、こちらのギャラクシーも使えます。で、今日僕がネブラを使ってる間ですね、ネブラを使ってる間、もし暇だったら、この普通の usegalaxy.org の方をちょっとクリックして遊んでみてもいいかもしれません。作りは同じはずです。ツールの数が違うだけです。で、もう一つ、イルミナのベーススペースというのがあります。これ実は群馬大学の方でベーススペースを使っているというお話があったんですけれども、私これでも理研の人間なので、商業用のソフトウェアをですね、ちょっと紹介するのは私のコンプライアンス的に良くないと思いますので、こちらは紹介しません。 で、ですが、中はですね、このようにですね、BWA とか、NGS で使うソフトウェアが iPhone のアプリケーションのような形で使える形になっています。まあ、比較的簡単に使える環境ではあると思いますので、ぜひ登録して使ってみてください。で、例えばですね、MySecから直接ここにデータをアップロードするということもできます。もしくは、例えばですね、スペースとしては1ギガ、フリーで1ギガまで使えた。昔はそうでした。今はもう少し上がっているのか下がっているのか知らないんですけれども、使うことができます。今回私が行うですね、チップセックの内容、チップセックもここにありますし、デノボアセンブリーなんかもこの中で行えるような形になっています。で、今回使うネブラですね、ギャラクシーですから、ネブラ、星雲の名前がついていると思うんですけど、ネブラを検索するときにですね、ギャラクシーネブラと打つと当然宇宙の話が出てきてしまうので、ギャラクシーネブラゲノムとか、ギャラクシーネブラチップとか、書けば、このキュリー研究所のネブラを参照することができると思います。で、こちらもギャラクシーなので、ギャラクシーと使い方はまあほとんど同じなんですけれども、今回紹介したいと思います。で、チップセック専用なので、 RNSSEC 解析とかはこの環境ではほとんどできません。もう一つ、これは、九州大学の沖さんがお作りになられた SRA テイラーというソフトウェアがあります。 SRA テイラーはチップセックのデータをですね、パブリックデータからがっつり抜き出して、一つ一つ抜き出してですね、皆さんの環境で使えるような形でビジュアライズ、ゲノム上にどこに転写因子が結合しているかっていうのを可視化してくれるような形になっています。で、このソフトウェアちょっと使うことにですね、非常に利点があるんです。何かというと、次に紹介するユージーンというソフトウェアがあるんですけど、これロシアのソフトです。ロシアのソフトウェアで、アライメントもできれば、このように結晶構造を見ることもできますし、もうクラスタリングもできるし、 PCA とかも確かできたと思いますし、バイオインフォマティクスのツールがもう根こそぎいっぱい使えるような形で用意されています。で、このユージーンだと何がいいかというと、次世代シーケンサーの解析もできるんですね。 RNSSEC もチップセックもできます。ただその時に膨大や BWA といったですね、まあサードパーティーのソフトウェア、フリーのソフトウェアですね、 BWA とかタキシードツールですね、トップハットカフリンクス、 RNSSEC を解析するようなツールとか、そういったものをこう別途ですね、入れる必要性が出てくるんです。で、その時に入れるのを面倒くさかったら、 SRA テイラーをインストールすれば、BWA とかトップハットとかもう根こそぎインストールしてくれます。ですので、これをインストールした後、この SRA テイラーが通しているパスのところに、パスを通せばソフトウェアを使えるという、ユージーンでそれが使えるという形を構築することができます。これ後ほど私がウェブ上にそういう内容をこう記載して公開しようとは思っていますので、ぜひ、まあ、こういうソフトウェアがあるということだけでも覚えておいてください。
はい、というわけでですね、お待たせいたしました、実習の方に移りたいと思います。皆さん、私のですねホームページを見ていただき、GitHub のページを見ていただきたいと思うんですけれども、よいしょ、ご覧になれますか？あら、ちょっと扱いにくいな。これです。ここにアクセスできていない人は手を挙げてください。このページにアクセスできていない人いらっしゃいますね。すみません、どなたか。講習会のトップページ、はい、では入れない人は ここにまずたどり着くことができますか。はい、行けてない人で、他にまだたどり着けてない人、はい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 、行きましょう。 URL を直打ちしていただいて、あ、そこ行きますか、そこからですね、講義資料はこちらのサイトへ行っていただいて、で、下の方に行っていただいて、ごめんなさい、はい、これが次のステップなんですけど、そこをクリックしていただきます。他に行けてない人、このページに行くとですね、一番下の方に私の、次世代シーケンサーのデータ解析の基礎知識というところがあります、はい、そこをクリックすると先ほどのページに、飛ぶ形になっています。正確にはちょっとだけ違うページなんですけど、飛ぶようになっています。で、講義資料のリンクもありますので、こちらから講義資料を取ることもできます。で、今回行っていただくのはこのコースの、初心者コースの方です。チップセック初心者コース、こちらをクリックしてください。で、一気にアクセスすると GitHub が悲鳴を上げるかもしれないんですけど、ネブラでチップセック解析というページです。ここまでいけない人大丈夫ですね。恥ずかしがらずに、いないね大丈夫だね、ちょっと古かった。ネブラでチップセック解析、今からやっていきます。で、先ほども申し上げた通り、全員でアクセスしていくと落ちる可能性がありますので、2人ペアになってください。ペアになってない人は手を挙げてください。ペアになってない人は3人ペアでも構いません。3人ペアか、もしくは2人ペアをちょっと探しに行ってください。僕だったら率先して可愛い女の子のところに行きます。早く行くんだ、早く可愛い女の子のところに行くんだ。いいですか、3人1組か2人1組になってください。本当に落としたらこれでもうあれですよ、群馬大学はどこの大学だみたいなのをキュリ研究所はこうのSE の人は言うわけですよ。いいですか、はい、まずですね、こちらのリンクをクリックするとネブラにアクセスすることができます。で、アクセスしていただいてもいいんですけど、まずここからアクセスしよう、はい、ここからアクセス、この2列から、
ネブラちゃんと開けた紫のところが開けたら OK です。ここの 2列の人は、アクセスしてください。アクセスできてない人がいたら手を挙げてください。アクセスできていない、はい、そこできていない、アクセスしてみましょう。はい、じゃあ一組だけなので次のこっちに行きましょう。はい、この2列ネブラにアクセスしましょう。クリックするとネブラが開くはずです。はい、こっち行きましょう。はい、こちらの側でアクセスしてください。大丈夫ですか？もうアクセスしている、なんてことだ。落とす、お前たち落とす気満々だな。やれるもんならやってみろ、俺は知らないぞ。はい、というわけでネブラが開かれたと思うんですけれども、次にですね、今回やる内容をここに書いてあります。前回の資料も含めてですね、私がこのセミナーですね、他のセミナーでもチップセック解析みたいなのを講習したことがあるんですけど、その時の内容もこの中のリンクにあるんですね。で、NCBI からデータのダウンロードとか、ネブラのファスト QC、 それからモチーフディスカバリーアナリシス TFPS サーチ、この3つの項目は今回飛ばします。データダウンロードするところをやってしまうと、データをアップロードするのに混雑してしまって、ネブラがパンクします。ネブラじゃないや、ここの回線が多分パンクします。なのでコンフリクトすると思うので、それはやりません。で、それをやりたかったら自分でリンク踏んで後でやってください。いいですか？というわけで、まず一番初めにネブラのアカウント作成と下準備を行いたいと思います。こちらの2番をクリックしてください。そうすると2番のところに、まあ、ただ飛ぶだけなんですけど、ちょっとスクロールされるだけなんですけど、2番のところが表示されます。いいですか？まずはネブラのアカウントを作ります。ネブラにアクセスして画像に従ってアカウントを作成していきます。右上のユーザーをクリックしてレジスターをクリックしてください。いいですか？ここにユーザーというのがあります。ユーザーのレジスターです。これをクリックしてください。多分この程度では落ちないと思うのでクリックしてください。全員 OK です。どうしてもクリックしたくないという人がいれば手を挙げてください。全員じゃなくて組み合わせでね、はい。2つ立ててるな。もう僕の、ターゲットがロックオンされましたよ。はい、クリックしてレジスターを押しますと、 E メールアドレス、パスワード、名前を入力する欄があります。そちらを押してサブミットをクリックしてください。皆さんのメールアドレスですね、何でもいいです。 G メールのアドレスとかでも全然大丈夫です。で、名前を入力したらサブミットを押すと、俺のまだ登録してないメールアドレスあるかな、あれがあるか、利権があるか、あれ登録してるっぽいな、大丈夫かな。これで、まあ、ユーザータイプは選ぶ必要はありません。でサブミットを押していただくと、このようなグリーンの画面になるはずです。よろしいですか？
で、ちょっとだけ表示の仕方は違うかもしれませんが、グリーンが出てるはずです。グリーンは OK サインです。常にグリーンというのは OK だと思ってください。で、リターントゥーホームページというところがありますので、これをクリックしてください。すると、このようにまたネブラのところに戻ります。でこの時にちゃんとログインできていれば、ユーザーのところにスクロールをするとログインインザインアズという形で、メールアドレスが登録されているはずです。はい、ここまでできていない人、できていない人はやってください。クリックしたらネブラのページに戻るはずです。ちょっと操作がやりやすいように前に詰めます。いいですか？できてない人 OK、 行くぜ。次にですね、マッピング済みのデータをインポートしたいと思います。で、その前に、ヒストリーというですね、まあフォルダーみたいなものです。皆さんがこれからデータを扱っていく上で、どん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 ヒストリーという履歴という形で、フォルダーの中にデータが溜まっていきます。で、そのヒストリーというのがこの右横、これですね。この欄が、右の欄がですね、ヒストリーということになります。でこのヒストリーに名前をつけるという操作を一番初めにちょっとだけやってみましょう。ヒストリーに慣れるためにやります。ここにヒストリーとありますね。ヒストリーのオプションのところをクリックしてクリエイトニューというのを押してください。あ、やばいやばい、遅くなってきてますね。はい、くそ群馬とか言ってますよ今、はい、どこだ群馬って。そうすると、アンネームドヒストリーというのができてるはずです。はい、それだけで感動しないでください。アンネームドヒストリーで感動しないでください。いいですか？でこのアンネームドヒストリーというのは新しい、フォルダーができたものだと思ってください。で、このアンネームドヒストリーの名前を変更したいと思います。クリックをしてテストにしましょう。テストというフォルダーを1個作りましょう。ちょっと実習書と違うことをやりますけど、テストっていう名前を入れてインターを押してください。そうすると名前が変わるはずです。いいですか？これでインターを押さなかったら変わらないんですよ。普通に違うところをこうクリックしたりするとアンネームドヒストリーに戻ってしまうので、ギャラクシーの場合は必ず名前を変更したらインターを押してください。そしたら変わります。はい、で今テストというディレクトリみたいなのができたはずなので、それを確認してみたいと思います。ユーザーのところでセーブドヒストリーというのを選択してください。これ全員やっても大丈夫だと思います。まだデータを解析するところまで行ってないので大丈夫だと思います。ユーザーのセーブドヒストリー、はい、ユーザーとセーブドヒストリー行ってないところ大丈夫ですね。はい、じゃあ行きましょう。このようにテストというフォルダーができているような感じが見て取れますよね。大丈夫ですか？はい。なんでこんなことをしているかというと、まあ、ちょっとフォルダーの概念が一体どこにあるのかというのを皆さんにちょっと想像してほしいんですね。で、今からデータをインポートするんですけれども、インポートしたデータはどこで確認すればいいかというと、このユーザーの、ヒストリーの中で、セーブドヒストリーの中で確認すれば可能なはずです。よろしいでしょうか。はい、ではですね、データをインポートしたいと思います。私がですね、夜鍋をしてデータをですねアップロードしておきました。皆さんこちらをご覧ください。こちらのページをクリックして右上のインポートヒストリー、インポートヒストリーをクリック、さらにスタートユージングディスヒストリーをクリックしてくださいとあります。これを一気にやると大変なことになりそうなので、まずはこちらからいきたいと思います。まずこのこちらのページのところをクリックしてください。クリックするとこのようにですね、素晴らしいカエルの写真のですねネブラが映るはずです。
このページが映るはずです。映ってない方いますか？映ってない方いないね。 OK。 じゃあ、ここの中でインポートヒストリー、このプラスマークがついているインポートヒストリーをクリックしてください。ここだけですよ。そっちやっちゃダメだよ。分かってるね。ここだけやった？まだ、まだみたいなのでしばらくお待ちください。黙ってお待ちください。あ、ジョークですいいですか？自分の Mac でやってるので、見捨てていきましょうはい、こちらに移りましょう。はい、こちらのページをクリックして、右上のインポートヒストリーをクリックして、スタートユージングディスヒストリーをクリックしてください。こちらです。この2列です。右上のところにあるはずですよ。すいません、あ、これだ、指示棒。今日は素晴らしい指示棒を用意しました。いいですね、このね、2つの鍵爪がついているあたりがサディスティックで最高ですね。こちらです、インポートヒストリー、クリックしました。はい、ここで終わってない人いないですね。じゃあそちらの列行ってください。最後の列、インポートヒストリークリックしてください。そしてインポートヒストリーをチェックしたら、さらにその緑のところにスタートユージングディスヒストリーがあるのでクリックしてくださいね。いいですか？はい、ここまでで終わってない人、終わってなかったら僕が書いてあげます。はいはい、書いてあげよう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 。これか。あー、来ましたね、これです。なんかやっぱりちょっと 重たくなってきてますね。でスタート、はい、はい、これでヒストリーに読み込まれてるはずなんです。あ、俺がやってない。僭越ながら私も素敵なデータをインポートしたいと思います。あ、ちなみにインポートするデータのリスト、この見えてるやつですね。はい、このようにですね、このような画面になってるはずです。インポート 141.5MB ですね。これを14552で一斉にアップロードしたらどんなことになるか分かると思います。ですからやっぱり危険ですね。で、こちらにですね、タップパックス7なんですけど、あとコントロール染色体19番の .sum というのと、ベッドファイルと、ペーストエントリーという項目があるんですけど、まあ、これちょっと無視してください。まあ、このようにですね、ファイルが読み込まれると、ここに表示されるようになります。で、通常ですとこのゲットデータのところに、アップロード項目がありますので、こちらを経由してアップロードしたものは、今あるカレントヒストリーですね、カレントヒストリーの方にここに表示されると、ここに表示されるということになるわけです。試しにですね、ユーザーのところでセーブドヒストリークリックしてみてください。そうすると必ずこのフォルダーが増えてるはずです。やってみましょう。ユーザーで、セーブドヒストリーですね。そうすると必ずこれが見えるはずです。で、そこに行ったらさらにこの今回読み込んだヒストリーを呼び出してみてください。クリックすると呼び出せると思うんですけど、必ずこの画面にまた戻るはずです。クリックして必ずこの画面に戻る。僕がちょっとだけ実演してみましょう。ユーザーでセーブドヒストリーを見るとこのようにインポーティッドスイミーというのがあるんですけど、141.5MB ちゃんと読み込まれています。
で、例えばテストに戻りたかったらテストに戻ることができます。何も入ってませんね。で、次にインポーティードに戻りたかったらこのようにインポーティードに切り替えることができる。このようにしてフォルダーのように概念でギャラクシーのデータを取り扱うことができます。で、一応ですね、こちら見ていただいたら分かるんですけど、ユージングっていうのがあって、どれぐらい容量を使っているかという項目なんですね。で、どれぐらいの容量まで使えるのか僕実は知りません。知らないんですけど、一応ここを確認しつつやれば、どれぐらいの容量が使えて、でいっぱいになったら、ちゃんと自分の、ローカルに保存して削っていくという操作を行っていただかないと、まあ、サーバーに負担をかけるので、ちゃんとやってください。で、ここなぜじゃあこれを読み込んで 0% なのかというと、これは僕が公開しているデータなんです。ギャラクシー上に公開するということができます。それを少しお見せします。シェアードデータ押さないでくださいね皆さんは。シェアードデータのパブリックヒストリスっていうのを押すと、こちらにですね、パブリックに公開されているヒストリーがあるんですね。これ簡単にできます。皆さんでもできるんです。で、GSE25064 というデータから取ったチップセックのデータのチュートリアルに用意したものだよっていうことが全世界に今公開されている状況なんです。で、なぜ先ほど 0% になっていたかというと、これはリンクを拾ってきてるだけなんです。だってデータを一回一回皆さんのユーザーごとに割り振ってしまったら、それだけで141MB、100人だったら、100倍になってしまうわけですよね。そんなの無駄ですよね。だから、これは我々のリソースを使っているわけではない状況なんです。ということは危険だということを分かっていただけると思うんですけど、あ、しまった、ごめんなさい。はい、というわけで、ここに戻ってまいりました。説明が長くて申し訳ない。次に、サムバム変換を行いたいと思います。今あるファイルはサムファイルと呼ばれるですね、ファイルなんですね。それは講義資料に書いてあります。サムバムファイル、ここで、当ててみたいと思います。この列の後ろから3番目の黒い服の方、サムバムファイルというのはどんなファイルですか？知りません。なんてことでしょうか。読んでください。すみません、最後の方のスライドです。どんなファイルか皆さんにお伝えください。はい、ということです。つまりマップした後のデータです。ですから、このデータには、ゲノムのどこの位置にリードがあるのかという情報が入っているわけです。で、このデータですが、サムファイルというものに比べてバムファイルというのはバイナリー、つまりコンピューターが読めるような形の言語に直したファイルになっています。その方が解析スピードは速くなります。ですから、このサムファイルをバムファイルに変換したいというのが、こちらのお話です。はい、でその時に何を使うかというと、左横にあるツール欄にですね、サムツールズというものがあります。これはバムファイルとかサムファイルを扱う時に使うツールです。で、それを使って、サムファイルをバムファイルに変更してみたいと思います。
こちらに書いてある通りなんですけど、まずサムツールズに行ってですね、サムトゥーバムというものを選択します。これは皆さんやって、皆さんというか組み合わせごとにやっていただいていいです。サムトゥーバムというのを選択してください。ここにですね NGS サムツールズというのがあるんですけど、ここですね NGS サムツールズをクリックします。するとそこにサムトゥーバムというのがあります。こちらをクリックしてみてください。はい、できてない人いますか？大丈夫ですね。はい、なんかできてないとかじゃなくて、俺が大変なことにかかってこんが。今日の実習はこれ。何も言ってないですよ。なんで笑ってるんですか？今何も僕は言ってないですよ。あれ。なんでノーシグナルの？来い。あ、来た。ありがとうございます。すみません、そちらを向けずに申し訳ないんですけど、ありがとうございます。はい、サムトゥーバムをやってみたいと思います。僕も行きますよ。ごめんなさい。こっちか。サムツールズをクリックしてサムトゥーバムをクリックします。そうすると、入力項目があります。まずタイプオブエクスパリメントというのは名前なので、同じような名前を入力してください。例えば、今回今コントロール染色体 19.sum というのがあるのであれば、ここも名前をですねコントロール .ch19 みたいな名前にしてください。じゃないとこのファイルだとわからないので、そういう名前にしてください。で、変換するファイルがですね、サムファイルがここにあるとちゃんとここに表示されているはずです。なので一番初めにコントロールが表示されているならコントロールを変換してみたいと思います。別に大文字小文字は何でもいいですよ。分かればいいです。で、名前を決めたらエクスキュートを押します。これ一気にやらない、あ、できない子たちだな、全く。大丈夫かな、それ。大丈夫、大丈夫。これここが真っ赤になったりしてない？大丈夫。今これ走ってます。ここが青くなったら完了です。今黄色になりました。ランがジョブが投入されました。これがグリーンになれば OK です。ちなみに僕よりも先に押した人はもうグリーンになってるはずです。その人たちはもう失格ですね。失格ですね。もう出ていってください、あっちから。ジョークです。はい、グリーンになりました。グリーンになってない人まだいますか？しばらく待ちましょう。はい、で同様に、こちらのサムファイルも実施していきます。ですので、次の人はもう一つの、サムファイルですね、このタップパックス7の方もちょっと準備はしておいてください。ただ最後のエクスキュートは押さないで、その状態でちょっと待っててください。さすがにやばくなってきましたね。あ、ちなみにこのファイルのことをちょっとだけ説明しますと、皆さんもご存知のタップ法ですね、タンデムアフィニケーションプリフィケーションタグで、PAX7 につないだコンストラクトをですね、トランスフェクションした、ものです。マウスの、MM10 というゲノムにマッピングした、ファイルなんですけれども、 PAX7 がゲノム上に、どこにあるのかっていうのを調べるためにやっています。まあ、タップをつけているので結局抗体がいいやつがないわけですね。なので、タップをつけて、実施しているようなファイルです。で、この染色体19ってどういうことかというと、マウスの染色体で一番小さいのは染色体19番ですね、あの性染色体を除けば。なので、
皆さんが解析するときにですね、全ゲノムでやってしまうと絶対にギャラクシーは落ちるので、一番小さいゲノムでやっていると、それだけのファイルを私が用意したものになります。だから小さいファイルなんです。ですから、可視化するときも染色体19番を選択していただきます。はい、まだ一つ目がグリーンになってない方いますか？ OK。 じゃあ、この2列だけ次のファイルを、エクスキュートしてください。次のファイルタップです。同じように処理してください。サムツールズ、サムトゥーバムに行って、サムトゥーバムに行ってタップを選んで、エクスキュートを押します。ここまでやりましたか？僕先に押しちゃいますね。僕がやらないと始まらないので。終わりました。じゃあ、グリーンになってないところありますか？まだまだいってるか。じゃあ準備をしましょう。こっちこっちもエクスキュートを一歩手前まで、実施してください。タップの pack7.sum を、bam に変換するエクスキュートを一歩手前までやっていただきたいと思います。みんな手を動かさないということはやってるということだな。よし、思い切ってクリックを押しましょう。エクスキュート行きましょう。はい、エクスキュート。こっちは待ってください。さすがにやばい気がする。あ、僕のは終わりましたね。あ、意外にキュリー研究所素晴らしいな。このドス攻撃ならぬギャラクシー攻撃に耐えてるね。ギャラクシーイン群馬攻撃に耐えている。グリーンになったという人、軽く手を挙げていただけますか？あ、ごめんなさい、そちらの列じゃなくて この列でグリーンになったっていうところあります。あ、もう来てますね。あ、さすがに時間かかってますね。サムツールズは C で書かれてるからかなり早いと思うんですけど、こちらも行きましょう。エクスキュートを押してください。最後の列もエクスキュートを押してください。次に何をやるかというと、この BAM ファイルのインデックスファイルというものを作ります。で、何かというと、この BAM ファイルというのはもうゲノム上にマッピングしているので、ゲノムブラウザーで見ると、そのマッピングの様子がもう見れるファイルになっているはずなんです。で、そのファイルを見るために必要なものとしてインデックスファイルというのがあります。それはアクセスをこのファイルに対するこのファイルに対するアクセスを高速にするために、なんか付箋みたいなのをつけたファイルというふうにお考えください。その付箋ファイルを作るという操作を行います。それが簡単にこの、ネブラとかギャラクシーではできるんですね。まずですね、この BAM ファイルを一つどちらでもいいのでクリックしていただいて、このフロッピーディスクのボタンのところをクリックします。そうするとダウンロードデータセットとダウンロード BAM インデックスというのがあります。で、これ両方やるんですけど、ダウンロード BAM インデックスというのを、実施していきたいと思っています。で、Google
Chrome だとこのようにですね、ダウンロードしたデータが下のところに表示されます。皆さんの場合ですね、ちょっと環境によってですね、ダウンロードフォルダーがどこにあるか僕よく分かってないんですけれども、そちらにですね、このインデックスファイルと、この BAM ファイルをですね、ダウンロードしていきます。あ、そうだな、タップの方をできたらダウンロードしていただきたいと思います。タップパック7の方を、このダウンロードデータセット、ダウンロード BAM インデックスを行ってください。回線混んでしまうかもしれないので、できたらこちらからやっていきたいんですけど、みんなやっちゃった、やっちゃった。もうそろそろこの我がカエルの鍵爪で皆さんの背中を、いや何でもないんですけど、はい、ダウンロードしていただきます。で、後ほどこれを IGV で可視化してみたいと思います。で、今のところまでまだできていないという人、ダウンロードができていない人、ダウンロードまだ、ダウンロードまだの人大丈夫かな。じゃあ次に行きます。マッピング結果の統計情報を見る、このデータはもうマッピングされたデータだという話をお伝えしました。で、このデータの中身の一つとして、マッピングされたですね、情報というのをですね、確認することができます。これは実は極めて重要です。なぜかというと、マッピングされた情報で BAM サムファイルがあるといっても、この中のリードの中にはゲノムにマッピングされていないリードの情報もあります。そういう状況なんです。だからマッピングされたものが必要ない場合はそれを排除するという操作が必要になってくるんですね。で、その前の段階として、あるのかないのか、どうなったのかというのを確認することが必要です。というわけで、一つやっていきたいのは、このまたサムツールズの中のフラグスタットというものです。これは何かというと、フラグ、サムフラグというサムファイルの中に書いてある旗印があります。で、その旗印は一つ一つのリードがどこにマッピング、マルチにマッピング、ゲノム上にたくさんマッピングされてしまったりとか、全くマッピングされてなかったりとか、ペアエンドの場合だと片方のペアはマップされてるけど、自分はマップされてるけど片方のペアはマッピングされてないとか、そういう情報がですね、いっぱい詰まってるわけなんですね。マップの情報が詰まっています。なので、それを確認するためにこのフラグサットを実施するわけです。試しにですね、このタップパック7.bam をですね、エクスキュートしてみます。なんか耐えれそうだから、ちょっとなんかどんどんやっていこうかね。ちょっと調子に乗ってきたけど、大丈夫じゃね？エクスキュートします。で、そうすると、これが終わったら中身が見えるような形になるわけですね。で、その中身がですね、どういうふうになっているかというと、こんな感じでですね、クリックすると中身が見えます。でもちょっと解像度が悪くて、なんて書いてるか分かる。あ、分かった。はい、これは何を書いているかというと、 QC パストリードということで、 QC 品質チェックをクリアしているリードかどうかということを見ているんですけれども、クリアしているリードが36万6354個あって、失敗しているリードが0個であると。で、このデュプリケーツというのは何かというと、リードが同じゲノム上に全く同じ感じでマップされる
これがゲノムだとすると、リードがこうマップされたと。これが全く同じ、これ全く同じだと PCR バイアスだ、 PCR デュプリケートだというふうに解釈するわけなんです。なぜかというと、バイチャンスで本当に偶然に同じリードが生産されて、別々の DNA からですね、全く同じリードが生産される確率っていうのはものすごく少ないです。だからそれは PCR かけた時のリードが複数回読まれているということを仮定するので、PCR のバイアスを除きたい場合は、こういう全く5プライムも3プライムターンも全く同じで、ゲノム上の全く同じ位置にマップされるものは排除するということをやります。一つだ、あ、複数あったら一つを残して削るわけですね、ということをやるんですけど、特にチップセックデータの場合は、読まれるリードの GC コンテンツでですね、どれぐらいシーケンスされやすいかっていうのが決まってるというか違うので、ああいう、非常に PCR がかかりやすい領域というのが存在します。で、そういうものを除去するという操作を行うんですね。で、行ってない場合だとここに数字が出ます。これ実はもう僕がプロセッシングしているので、きれいになってるんですね、というまあ諸々の情報、ペアエンドリードシーケンスかどうかとか諸々の情報がここに、記載されているわけです。それを確認するのがフラグスタットで、このようにですね、きれいになっているリードなので、やめろやめろ、何をする、はい、きれいになっているリードなので、次の操作は必要ないんですけれども、この後の操作としてはここにですね、フィルターバムというのがあります。フィルターバムというのがあります。で、もしここがですね、ゼロになっていなければ、このフィルターバムを使うと、品質評価ですね、ここですね、一番初めの項目を満たしていないリードはフィルタリングすることができます。で、今回はこれをやりません。ちょっとやっぱりこれも時間がかかってしまうのでやりません。まあ、このようにですね、バムファイルの品質チェック、マッピングクオリティを、見るという操作を実施するわけです。じゃあ、ファイルは準備ができました。今度は何をやるかというと、この前も講義の時にもお話ししたように山を見つけるというのをやります。そのリードがいっぱい集まってですね、ゲノム上で島になっている部分が、転写因子が結合している部分であろうということが想定されるわけです。で、その操作を行うときに、今回転写因子を見ていますので、MAX というソフトウェアを使いたいと思います。で、MAX の操作の仕方ですが、ピークコーリングという項目がありますので、そちらをクリックして MAX を選択してください。で、その中で、選択すべき項目ですね、名前、ペアエンドシーケンスかどうかっていうところが聞いてるところがあるんですけど、そこはシングル、それから、解析するですね、対象のファイルは、PAX7 で、それに対してコントロールですね、コントロールのファイルはコントロール染色体19番のバムファイル、一番重要なところはここです。エフェクティブゲノムサイズというのがあります。これはマウスのデータを使ってますので、これ MM9 という今現行のものよりも古いゲノムのバージョンなんですけれども、そちらで保証されているエフェクティブゲノムサイズですね、エフェクティブゲノムサイズをこちらということが知られているので、こちらを設定します。 MM10 の方もこれで大丈夫だということが言われているので、おそらくこれで大丈夫だと思います。これは何かというと、ゲノムで読まれるリードの部分っていうのはある程度決まってるんです。例えばセントロメアの部分とか読まれないわけですよ。もうそんな部分は排除しておいた方がいいと。
で、そういう意味でのゲノムサイズというのをある程度区切っています。はい、あとはタグサイズは今回36ベースペアのシーケンシングを行っているので36です。で、バンドワイズはどれぐらいのバンドワイズで、ピークというのが想定されるかというものなんですけど、これはゲルエクストラクション、その DNA ライブラリーを用意するときにどれぐらいの、ライブラリーサイズ、 DNA のサイズを取ってきているかということに依存していますので、それに基づいてこの値を調整する形になります。なので実験によって違います。実験によって違います。だいたいチップセックだと、250から400ぐらいの間が多いと思います。それぐらいの方がクラスター形成効率、イルミナのあのクラスタージェネレーションの時のクラスター形成効率って、あれフラグメントをこう曲げたり伸ばしたりしてますよね。でクラスターを作るということは、あれが長さが不均一だとクラスター形成効率落ちるわけですよ。当然長いとこうやってアニーリングするのにも時間がかかりますよね。それに対して短いとこうやりやすいやりにくいというのがある程度ばらつきがあると思うんです。そういう意味で、チップセックの場合もある DNA 断片を取るときに長いものも短いものも取れるんですけど、だいたい何ベースくらい取ってくるっていうのをある程度区切るんですね。 で、まあ、ですので、まあ、バンドワイズこれ標準で300ぐらいになってたと思うんですけど、だいたい300とか400、まあ、実験によっては長い断片取ってる場合はここを長くするということです。で P バリュー と、フォールドですね。この M フォールドはですね、パイルアップされていく、山積みされていく DNA が10個以上ないとピークコールするなと言っています。でこれはすごく恣意的な値なんですね。恣意的な値なんですけど、10を下回るようなものってそもそも山なのかっていう話なので、僕は、最低は10、厳しくする場合だと15ぐらいにしてもいいと思っています。で最高は100になってるんですが、これデフォルトで多分100になってるんですけど、これはちょっとものによるんですね。例えばセルサイクルのチップセックをやった場合は、セルサイクルってすごい細胞の集団としても活性のある細胞だったらずっとセルサイクル回ってるので、そういうものだとこう100以上ピークすっごく鋭い大きなピークが見れるんですよ。でそういう場合だと100だと優位なピークを逃してしまう可能性もあるので、ここはまあ高い値でも構わないとは思います。ただ高くしすぎると逆に、すごくエンリッチしやすい DNA のゲノミック DNA の部分というのがあって、そういうのをブラックリストっていうので登録されてるんですけど、そういう部分が見つかってしまう可能性もあるんです。そういう部分は DNA 断片がバラバラになりやすくて、でネイキッド DNA でヌクレオソームフリーで存在していて、そこがこうバラバラになってシーケンシングされやすいということがよくよく知られてるんです。でそういう部分が見つかってきてしまって、すごくカバレッジが上がることがあるので、まあ、ここも、まあ、設定しないというのはちょっとあんまり良くないと思うので、適宜設定するような形になると思います。まあ、非常に恣意的なクライテリアです。まあ、後の設定はデフォルトでピークコールを実施していきたいと思います。じゃあですね、ピークコールを行っていきます。ピークコーリングですね。ピークコーリングの中の今回は、MAX を使います。でエクスパリメントネームを、まあ、タップ7、染色体19番みたいな、ピークピーチがちょっと厳しくしましょうか。ピーチ 0.01 シングルエンドの、チップセック側、サンプル側がタップで、コントロール側が、コントロールのバムで、エフェクティブゲノムサイズが 1.872-9 だっけ、違った、あ、マイナスじゃない、やりにくい、36
10のマイナス5乗結構厳しいな、まあ、このままでいいやあ30100にしようそうか100にしたんだ。30はちょっと厳しすぎる。はい、あとここでですね、ウィックファイルというものを指定するんですけど、Do not create ウィックファイルっていうのがあります。このウィックファイルというのは、UCSC ゲノムブラウザーという、ゲノムブラウザーですね、ゲノム可視化ツールを使いたい場合だと、このウィックファイルを生成してください。で、今回は IGV を使うので、ウィックファイルを生成する必要は必ずしもありません。ですが、これは可視化用のファイルですね。タグカウントだけの情報になった可視化用のファイルを生成することができますので、まあ、必要な場合はセーブにして、必要のない場合は Do not create です。で、Build the Shifting Model というのはさっき、ワトソン差クリック差でこういう MAX はモデルができるという話をしましたね。で、このモデルを、タグシフト法というので、センターを捉えるというのをやります。こういうやつですね。これで、山が2つあるところに中心を持ってきて、でしかもそのピークの高さを揃えてマックス の重み付けで調整して、これがピークですよという情報を取ってきます。このシフティングタグをやるかどうかというのをここで設定することができます。でこれは例えば転写因子をやる場合はやってください。で転写因子とかそんなものじゃない複合体とかバラバラにくっついたヒストンとかそういう場合だとこんなものは想定できない場合がありますので、そういう場合だとこれをビルディング・ザ・シフティング・モデルは、必要ないと思います。はい、でまああとはエクスキュートをします。ごめんなさい、うまくいってない方もいらっしゃいますが、皆さんこれはここは見えてるかな、ピークス・ドット・ベッドのところに22,586 リージョンっていうのが僕の場合出てきてるんですけど、出てきてますか？ちょっと違う、ちょっと違う。それは多分皆さんの日頃の行いが まあいいや、出てたらいいとりあえず出てたらいい。で、これがいわゆるですね、ピークが見つかった部分の領域の数になります。はい、でこれは結構見つかりすぎな方です。なぜかというとコントロールのインプットデータがあんまり良くないので、たくさん見つかる傾向にあるんですね。でそういう場合はやっぱりチップセックの場合は、確実なピークを取るっていうことを念頭に置きたいので、できるだけクライテリアを厳しく絞っていっていいピークを拾ってください。で、まあ、今回は実習だからもうこのままでいいです。このままやっていきたいと思います。で、次の項目に行きたいと思います。まずですね、先ほどのピークベッドファイルをちょっとダウンロードしてください。ダウンロードの方法は先ほどと同様に、フォルダーのマークですね。フォルダー、違う、なんだっけ、これフロッピーフロッピーディスクのマークをクリックしてください。そうすると、Google Docs の場合、Google Chrome の場合はこうやってダウンロードが可視化されています。ダウンロードできます。これがピークとして見つかった部分ですよというファイルになるわけですね。で次にクリックするだけなので、次に進みたいんですけど、もう一つですね、 HTML レポートというのがあるので、それも、この目のマークを押していただきたいです。目のマークを押すとこのレポートですね、目のマークを押すとこの MAX で出力されるですね、結果ファイルをたくさん表示してくれています。で、この PDF ですね、 PDF を一つと、このサミット .bet をですね、それぞれ、ダウンロードしていただきます。クリックするとダウンロードできると思うんですけど、どうですか？はい、なんかこんな風に Google
Chrome ではこんなふうに表示されますけど、Google Chrome の場合はここでダウンロードをしていただくと、デスクトップかどっかに保存できると。ちょっとブラウザによってやり方が違うので、もし分からなければ、近くの誰かに聞いてください。きっと親切に教えてくれると思います。で、別途ファイルもですね、クリックするとダウンロードできます。で、このサミッツドットベッドって一体何かというと、先ほど来紹介している MAX のこのモデルですね、モデルで見つかったこの赤い部分、赤い部分の中心位置、中心位置の位置を教えてくれています。ということは、この辺に見にくいかもしれないんですけど、こう、あ、見やすかった。タンパク質が結合してるだろうと、中心だろうと、モチーフとかあるんじゃないかということが言えるわけです。で、次にやるのは、そのモチーフの位置の位置情報を使って情報を拾うという操作をいろいろやっていくので、このサミットドット、サミツドットベッドというのも役に立つであろうということです。はい。で、この2つダウンロードできました。できました。あ、できてない。あ、できました。できてない人。ごめんなさい。あ、できてない。なんだと。なんだと。あと15分だぞ。これって延長してもいいのかな。ダメですかね。どんくらい ?3 時間くらい。多分5分から10分あれば。はい。で、こちらの項目をですね、まずは PDF をダウンロードしていただきたいなと思います。はい、そうですね。はい、あ、そうですか。あ、そんなのもちろん大丈夫ですよ。そんなのもちろん大丈夫ですよ。患者さんから電話がかかってきたら僕が出ますから。どうも、森岡です。今日はいい天気ですね。雨降ってましたよ。はい、ダウンロードするとですね、これこのモデルが出てくると思うんですけれども、先ほど僕が絵で説明してるやつですね、これうまくいってたらこういうふうにピークが見えるんですよ。ちゃんとこうエンリッチされてると、ランダムにエンリッチされると、フォワードとリバースがランダムにどちらか取れてくるはずだから、きれいにこういう形になって、それをこう下に向いてるやつを上に持ってきてるんですけど、これでうまくいってない場合はこれが形が崩れてるんです。片方だけだったり、なんかアンバランスだったりするので、まあ比較的これうまくいってる方だなというのをこれでチェックすることができます。あと、このディスタンスの D が結構重要で、ここの大きさを示してるんですね。これだいたいこれですか、122ベースぐらいありますよね。これぐらいの領域で取れてきている、それぐらいの なんかタンパク質なんだろうなっていうイメージが取れる、見て取れるわけです、まあ、結構ここのサイズはですね、転写因子によって違うので、ぜひ機会があったらですね、試してみてください。はい、で、サミツも下ろしました。じゃあ、ですね、ピークコールしたデータを使ってですね、アノテーション情報を拾っていきたいと思います。まずはですね、何にしようかな。実習書もう無視してるんですけど、ゲットディストリビューションアラウンド TSS 行きましょうか。トランスクリプションファクターバージョン、こちらのピークアノテーションのところをクリックするとですね、転写開始点周りの分布を見ることができます。転写因子プロモーターに結合しているのであれば TSS 付近にいるんじゃないかなって皆さんお思いになると思うんですね。その分布を見るためのものです。で、いろいろなパラメータが設定できます。長さとかいろいろできるんですけど、今回ちょっとデフォルトでやっていきたいと思います。
めんどくさいので、時間がないので。で、選ぶファイルはマックスオンデータです。ピークベッドです。ピークベッドを選びましょう。あ、サミットでもまあ構わないんだけど、ピークベッドにして、コントロールデータはもう差分取ってるので、マックスでちゃんと検定してるので、入れずに、データがマウス、MM10、で、ここでですね、トランスクリプトームデータというところがあるんですけど、RNSSEC のデータをもう解析してたら、ここでインポートして、なんていうんですかね、テーブルである遺伝子の上流にピークがあって、そして、その発現データがどうだというような情報をですね、ちょっと与えることもできます。データの統合ができる形になっています。これ結構貴重なツールなので、覚えておいてください。で、エクスキュートを押すと解析が始まります。誰や、俺より先に押してるやついるな。絶対そうだよ、俺だって遅いもん。いや、だから俺がやる前に押すなよ俺がやる前に押したら俺が説明できないやん分かってないな本当に。という冗談を挟みつつ、こっちで説明するんですけれども、どういうフィギュアが得られるかというと、 PDF でですね、このようなフィギュアが得られます。ここが TSS の中心です。そこから距離はですね、設定したものによって違います。瓶が今だと1000ベースぐらいになっているので、結構広い瓶で見てると思ってください。そうすると TSS よりも上流です。こっちがマイナスが上流で、プラス側が下流になるんですけど、ちゃんと、上流付近に分布があると、転写因子が結合してるんじゃないかなということが、分かると思います。またですね、TSS の距離からの、累積分布です。ですから、どこかで、転写因子が全て使い果たされてですね、この TSS からの距離で、サチュレーションするのかもしれないんですけど、これは結構なだらかで、もしかしたらもう少し遠いところにもついている可能性はあります。で、プロモーターばっかりについているものだと、ポル2とかだと、まあ、こういう感じになるわけですね。そういう形になります。累積分布なので、どこでマックスになるか、どこで全部のピークが見つかってしまうかというのを TSS の距離で見ているような形になります。あと10分、何やろうかな、何にしよう。ピークアノデーションしたら満足するかな。でも IGV も見たいか。どっちかな、どっちがいいかな。ピークアノテーションもやろう。はい、ピークアノテーションをやります。今 TSS からの距離だけを見たので、そうじゃなくてピークが見つかった位置、つまりマックスで決められた位置というのが、どんなゲノムの領域にあるか、例えばセントロメアにあるかもしれないし、テロメアにあるかもしれないし、プロモーターにあるかもしれないし、エクソンにあるかもしれないし、イントロにあるかもしれないし、ノンコーディングにあるかもしれないし、わからないですよね。わかりません。で、そういうのを調べるのが、このゲノミックアノテーションチップセックピークスです。で、この場合も、さっきのマックスの結果を入れていただいて、で、まあ、ミニマムスコアとかいろいろあるんですけど、まあ、今回はちょっと無視していただいて、悪いデータが出てもいいからエクスキュートします。そうすると、3つの、項目が走るんですけれども、このログアノテーティッドピークスの中にちょっと情報があって、その情報をですね、私の GitHub の方で見てやると、このような情報になります。エンハンサー領域にいくつカウントされたかというと276個、それから5キロベース下流にカウントされているのが40個、インタージェニックというのは遺伝子と遺伝子の間です。ですからエンハンサー領域みたいな部分も、いわばインタージェニックです。逆にイントラジェニックというのは遺伝子の中のことを指しています。イントラジェニック、それからプロモーター69個。意外にプロモーター少ないですね。インタージェニック結構まあまあ多い。と、イントラジェニックもまあかなり多い。
ですね。でただ、それがゲノム の, あの領域の大きさのバイアスもあるので、そういうのはこうどちらかといえばオツ比みたいなので見てやるべきなんですけれども、まあ、そこまでの情報はないんですけど一応ゲノム上の、どこにマッピングされたのかということを見てやることができます。これを例えば RNA-seq でやるとどうなるかというと必ずエクソンとかイントロンとか、ノンコーディング RNA とか、まあ、RNA が出る位置というのでイントラジェニックですね、イントラジェニックとかの方とかエクソンのところですねとかに必ずマッピングされてるはずなんですということが、まあ、そういう、 こう統計情報を見てやることができます。よく、まあ、次世代シーケンサーのデータ解析 の, あのフィギュア2ぐらいで出てくるような内容ですね。フィギュア1フィギュア2ぐらいで出てきます。でもう一つ遺伝子と転写因子の関係を拾うというものがあります。それがアノテーティッドピークというやつです。あ、アノテーションアノテーションオブジーンズウィズチップセックピークですね。あ、ごめんなさい、これヒストンバージョンを選んじゃった、転写因子バージョンの方を選んでくださいね。どこだ、転写因子バージョン、あ、これか、はい。で、チップセックのピークを選んで、コントロールデータは今回はサブを取ってるので選択せずに、MM10 を選んでエクスキュートすると、もう簡単ですね。もうすぐに結果が出てくれます。はい、ちなみに先ほどのアナテティピークもちゃんと、情報が出てますね。この目のマークを押すと情報を参照することができるの、さすがに重たくなってきたの本当に、まあ、でも実習終わるまでに落ちなかった、素晴らしい、キュリー研究所で拍手を拍手しなかった人はもうみんな恨まれますからね。僕は覚えてますよ、僕はもう根に持つタイプですから。はい、このように見ることができます。あ、根に持たないタイプです。はい、で、ジョブが終われば遺伝子の情報もここで拾えるんですよね。で遺伝子の情報を拾いたいでしょう、やっぱりみんなチップセックのチップね、目的の転写因子が何の遺伝子の上流下流にいるかっていう情報は欲しいと思うんですよ。で、ここに遺伝子の名前があって、で転写因子の位置ですね、スコアが並べてあって、皆さんが大好きなイクセルですよ、大好きでしょ皆さん、僕大嫌いですよ、イクセル、あれ僕は嫌いなんですけど、どうでもいいんですけど。で遺伝子の情報が入って、さらにここに RNA の情報も入れられます。ですから、先ほどからずっとあのアノテイティドピークスのところは、必ずトランスクリプトームデータを入れるか入れないかという項目にチェックを入れるところがあると思うんですけど、そこで、遺伝子の名前付きリストを入れてやれば、チップセックのデータと転写因子、あ、ごめんなさい、 RNA セックのデータを統合解析することができます。これできるのってあの本当にあのコマンドラインのソフトウェア除くとほとんどないです。結構貴重です。ですからぜひあのお時間があったら、そういうことをやってみていただければなと思います。はい、で、あ、終わりましたね。まあ、実際そのデータを取り出すところまではちょっとだけやりましょうか。あら、終わった。あ、終わってない、さすがに やばくなってきましたね。ごめんなさい、ちょっとキュリー研究所には頑張っていただいて、はい。で、次にですね、転写因子がの場所が分かりました。もしかしたらそこが新規のモチーフ構造を持っているかもしれません。そのモチーフ構造を見つけるにはどうしたらいいかという話は、実は以前の AJAX で行っています。で、この講義資料をクリックしていただきますと、ピークコールに基づく DNA タンパク質領域の、結合領域の検出というので、さっきのかけたマックスの話がガーッと書いてあって、その中のですね、
ここからですね、TFBS の解析のところがございます。で、もう一つ、このミームチップというのが私のおすすめで、ここはですね、先ほどのピークコールした後のデータをこのサイトに投げてやると、自動的にですね、モチーフを解析してくれて、サミットデータで与えてしまわなきゃいけないか。マウス。ごめんなさい、サミットで与えてしまうからちょっとこのままだとうまくいかんな。なんか怒られますが、ここに別途ファイルを入れてやると、モチーフを作ってくれます。実際作ったらモチーフはこんな感じで、GATAA みたいなのがたくさんそのピークコールの中にありますよという情報を拾ってくれるわけですね。で、このモチーフを作った後にですね、既存の転写因子のスコアマトリックスを当ててくれるので、これ多分ガーターだと思うんですけどGATAA なんでガーターが結合しますよっていうことをちゃんと当ててくれます。もしなかったらないと、新しいモチーフとして見つかってくるということを解析してくれるものなので、ぜひやってみてください。はい、ちょうど終わったんですけど、何か質問ありますか。最後駆け足でやりました。めんどくさいからじゃないんですよ。いや、まだ解析してるからまだキュリー研究所がやってくれてるからなんですけど、何か質問ありますか。動かないですね皆さん、これ終わった人います。いない。そうか、やっぱり相当大変ですね。はい、というわけでこれでチップセック解析の一通りのことができているような状況です。正直ここまでチップセックできる人なかなかいないと思いますよ。いわゆるそういうプログラミングができる人以外でここまでのパイプラインが揃っていることってそんなにないことだと思うので、ぜひ皆さんもですね、例えば何らかのモデルの研究やってるなら、そのデータをですね、NCBI とか DDBJ のウェブサイトからデータをダウンロードして、でこのネブラを使えばマッピングも行えるので、今回マッピングは省きましたが、ここにイルミナ用の棒体でのマッピングのプログラムも入ってますので、そちらで行っていただければ、先ほどと同様の過程で解析することができます。で、一つ勘違いしないでいただきたいのは、今回染色体19番だけでやってるので、すごく少ないデータでやっています。本来であればもっと時間がかかります。ただ、今はちょっと回線も混んでしまってるので、その分の余計な時間も今はちょっとかかっちゃってますけど、普段だったらそんなにたくさんの人がアクセスするわけじゃないのでですね。で、あと IGV ですね。 IGV で見るということをちょっとやってみましょうか。 IGV で見ると、さっきのデータは MM10 なので、IGV を起動するとですね、ゲノムを選ぶところがあります。で、ゲノムを選ぶところを選択してやってですね、これもう実際開いちゃってるんですけど、IGV を開くとこういう状況ですね。で、ゲノムを選択して、でその後ですね、データをですねドラッグ&ドロップしてあげます。
さっきダウンロードしたですね、BAM ファイルですね、PAX7 の BAM ファイルをドラッグ&ドロップ、こんな感じでドラッグ&ドロップしてやると中に入ります。で、もう一つですね、サミットベッドというのもダウンロードしましたよね。それをこうドラッグ&ドロップしてやります。そうすると今もうこれでもちょっと見えてるわけですね。ピークがある部分に、これが生のリードです。生のリードがあって、マックスがそのピークの部分をちゃんと検出していると。どうでしょう。見事ですね。あれ、感動はない。はい、このようにですね、見てやることができます。ですから、BAM ファイルも、インデックスファイルをちゃんと作っておけばこの IGV で見ることができます。ただインデックスファイルを作らなかったら怒られます。インデックスファイル作れと。なぜかというと本来の BAM ファイルすごいでかい容量なので、皆さんのラップトップのパソコンだと、できたらですね4ギガ以上のメモリーを積んでいるものを用意していただく方がいいと思います。結構メモリーを食います。でこんな感じでちゃんとピークコールがうまくいってるかどうかというのをチェックすることもできますし、実際ですね、遺伝子の近くに、サイズが小さくなってしまっているので引き伸ばして、こう探していくとですね、遺伝子のプロモーターの近くに転写因子が結合している場所が、まあ一応ここ PPP の上流にピークが見つかってますが、これはちょっと信用できないですよね。なんかちょっと小さいピークが小さいイメージですよね。こういう場合はもうちょっとピークコールをきつめにやってみようかなと思うわけです。ちょっと恣意的ですが、まあそういう感じでクライテリア切ってやれば、これピークっていうのはちょっと厳しいですね。もう少しやっぱり山がしっかり立ってるものを選択してほしいなっていう感じですね。あ、しまった。あ、ここにピークっぽいのがありますね。あ、インタージェニックですね。かなりインタージェニックですね。まあ、ちょっとでも小さいな。はい。で、例えばこれは見つかってるのにこっちが見つかっていないという話になるんですけど、それは例えばこのモデルに当てはまっていない可能性もあります。そういう場合はスコアがマックスの場合は落ちてしまうということも十分にあり得ます。はい、というわけでちょうど5分延期しましたが、何か質問ございますか。僕のプライベートな情報は教えませんよという最後のジョークを話しながら終わりたいと思うんですけど、大丈夫ですか。はい、では皆さんお疲れ様でした。